はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年3月の23日、0時19分です。よろしくお願いします。この枠は通常枠です。よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ、いすいすいすい、どうもどうも、陽平くんいらっしゃい、りさんいらっしゃい、イカ娘さんこんばんは。はーい、風船ありがとう。一発目のアイテムありがとう。はい、こんばんは。左下いいでしょ。最近始めたんだよ。これはね、深夜ちょっと多分荒野しかやってないやつだね。3人目だと思います。はい、かいほこんばんは。いいでしょう、これ入れとくと YouTube のリスナーさんもコメント読めるから、あと録画の頃から発言荒らしとかが減るっていうね。あと誰と会話してるかわかるからいいでしょ。これはいいよ。はい、まーさんこんばんは。よろしく。はい、一郎さんはどつ。おはよう。お風呂上がったところだね、俺は。なんか面白い動きあったかい？今日は。なんか面白いことあった？寝起きだよ、寝起き。ニュースはなかった、配信会特に。大丈夫、みんなパトロールちゃんとやってる？怪我した膝が治ってきたから25日。あ、おいでおいで、横浜署、おいでおいで。膝壊してたんだ。おいでおいで、勉強になるよ。来な、配信回してくればいいんだよ。
和道の企画にリアトするっつって、配信回しながらおいで。膝壊してたんだ。うん、おいでおいで。6時半に横浜駅だから。6時半横浜駅。で、ありがとう。我慢して生まれてからなんか、ああそうだよ、今妊娠中だからダメでしょ、もう何ヶ月ねえ。いや何ぐっしょか、あれじゃ放送見ながらリアドすればいいんだ。あとでツイッターに告知入れとくよ。はい、ワード2、ケンタメンいらっしゃい。ああそれそうだよ、大事な時期なんだから。ハムカツさんバーガーありがとう、アイテムありがとう。なんかさ、すっげえ体重増えててさ、やばいんだよね最近、ここ1週間ぐらい体重がめちゃめちゃ増えてデブってる。痩せないとな。腹ボヨンボヨンだよ、顔もパンパンだし。今日湯船使ったから顔のむくみ少し取れたけど、リンパがパンパンに腫れて痛かったんだよね。ジム行ってないね、行けてないんじゃなくて行ってないね、最近行ってない。もう稼げるうちに稼いじゃおうと思って。バームクーヘン嫌いじゃないけど、そこまで好きってわけじゃないね、うん、嫌いではないね。でもとびっきり好きかって言われたらそうでもないっていう。まあまあそんな感じかな。いろいろあったから。いやいや完全にサボってるだけ、サボってるだけ。多分ジャブとかスピード遅くなってるだろうね。バガー当たった？え、何当たったってどういうこと？たくみさんいらっしゃい。当たったって何よ、当たったって。なんかプレゼント企画とかあったのかな。たくみさんも来るんでしょ25日。
解放も来るって。なんかプレゼント企画やってた。ひよこ投げると当たるんだ。へえ、知らなかった。へえ、ありがとう。いく、オッケーオッケー。集まんねえな今日は。熱海行ってないね。飯食って寝たよ。行ってない行ってない。行ったら話すよ。行ってないよ。こんばんは、ねぼすけさん。おー、ロハコさんいらっしゃい。やっほー。元気？なんか、あれだね。今日は、人数少ないけど、昔の和同メンバーだね。和同リスナーが多いね。昔からの。常連客だけの日だね。お味噌ちゃんありがとう。C さんこんばんは。楽しんでて。どうも、ジョージャクさんいらっしゃい。メガホンありがとう。加藤潤がふわっちしてる。へえ、あ、そうなんだ。いや、加藤潤見当たらないけどな。まあ、向いてるんじゃないかな。ロハカさんもふわっちやったらいいよ。今は結構いいよ。昼間とか特にやりやすいんじゃないかな。テミさんおはよう。風船ありがとう。わお。桜餅ありがとう。ありがとう。上弱ちゃん。いつもありがとね。ありがとう。おお、ブロンズプレゼントありがとう。シルバーもありがとう。ありがとニクマンプレゼントありがとう。
ドレさんの復活初回どんな感じで来るか、多分普通通りっていうくっそつまんない感じで来ると思うよ。 うん、ドレさんは技がないからくっそ普通な感じでやってくると思うね。1ヶ月間ネタを作るって言ってもサプライズはないと思ってる、なんだかんだ。そんな感じしない、通常枠って感じじゃない？通常枠。なんか仕掛けてくると思えないもん。まあ、いいじゃん。ドルさんが復活すること自体がニュースだから。本人は何もやらなくていいじゃん。結構不器用な感じだもん。そういうこと、そういう器用なことできないから。そういう器用なことドレさんはできない。それができたらもっと伸びてるって。はい、ワード2。亀尾さんいらっしゃい。二天一流だったの。 え、亀尾さんってさ、え、亀尾さんってアカウント複数持ってる？ ID が違うんだけど。あれ？複数アカウント持ってんのかな？はい、のりっぺさんいらっしゃい。ひろじおさんはどつ？いらっしゃい。YouTube に上げてない配信もあるのか。いや、ないよ。ほとんど上がってるよ。いや、全部上がってると思うけど。なんで？上がってると思うよ。今日晩ご飯っていうか、何が晩ご飯なのかっていう難しい話になってくるよ。俺今起きたから。晩ご飯って何？っていう。晩とは何なのかっていう哲学的な領域になってくるけど、いいの？さて、みんなで考えよう。晩とは何でしょうか。昼夜逆転した働いてない男にとっての晩とは何なのか。起きて風呂入って柿
の種3袋食べたね。なので朝ごはんかな、夜中に食べた朝ごはん、違うか、まあ夜中に一番最初に食べたのは柿の種3袋だ。寝る前に食べたものはすき焼きかな。眠くなるまで起きてて、ね、起きるまで寝る生活。そうそうそう、本当にそれを実践してて、でも精神病が安定してきたかな、それをやり始めてから。なんか朝起きなければいけないっていうのは誰が考えたのか知らないけど、俺は絶対そんなことないと思ってて、朝起きたい人は起きればいいし、規則正しい生活をしたい人はすればいいけど、別に人間は自由に起きていいんじゃないかっていうのが俺の考え方。ビールプレゼントありがとう。ありがとうございます。なんかそのいわゆる一般常識みたいなのは俺はよくわかんないね。堕落した生活って言われるかもしんないけど、俺からすると定時に起きてきっちり起きる方が堕落してると思ってるから。羨ましいかな。いやいや、結構ねこれ本気で考えて自分の生き方みたいなのは本気で考えたので、その上でどういう結論出したかって、俺が生きていくためにはこの方法しかないっていう、俺はそうやって生きていくしかないなっていうふうに思ったんだよね。ありがとう、ビールありがとう。羨ましいとかじゃなくて、俺もだいぶ苦しいんだよ本当に。なんで起きられないんだって何回も責めたし、うつがどんどん悪化していって、よくうつは甘えとか言う人いるけど、俺は全然よくわかんないかな。イベント情報何もないよ。イベント情報は口頭でやってるから、質問されたら全然話すけど、俺とヒカルくんとテルジャンピンとタツヒコが練習するんだけど、枠回しはサメ島さんで、夕方の16時半、6時半ね、6時半に横浜駅集合で、で7時30分後から枠を始める準備してっていう感じかな。だから来たい人は18時半に横浜駅集合で、俺に LINE か DM で予約してくださいっていうのが通常の、あの俺がやってる流れだね。そんな感じ。こんばんは。ビールありがとう。シトさんこんばんは。花粉症ひどいね。今日は花粉ひどい。鼻水ジュルジュルだったね今日は。慢性鼻炎でアレルギー体質なんだけど、花粉もひどい、敏感だから花粉もひどいね。あ、ナスカの地上絵はね、あれ人間が描いたよ。あのね、小学校で習うやり方で、小さい絵を描くじゃん。で点を打つの、点を打つのね、トン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 って。で長い紐で、固定化した紐でトンってマークつけて、あのなんつうの、なぞっていくと全く同じのが描けるの。あの例えば、三角を描くとするんじゃん。そしたら点を打っていくの、こう絵のところに。でそこに釘を打って紐を引っ張ってやると拡大できるの分かる。でそこの線を直線で結べばいいじゃん。
で、今度何をやるかっていうと、そのでっかい枠に対して枠を広げた紐を引っ張ってやるっていう。だから書き方は意外と原始的で、あのナスカの地上絵を校庭に描こうっていうのは、あの企画があって、テレビ番組で、まあ、この方法だったら古代人でもできるよねっていうやり方は検証されてる。おかめ納豆さんはどつ、お花畑レスラーさんはどつ。まあまあまあ、だからなんだろう、オカルトって言われてるもんほとんどがそういう理屈だよ。空気清浄機使おうね。ミスターマリックがミステリーサークル作った。ミステリーサークルはまあ簡単でしょ。今都市伝説で訳がわからないって言われてるのは1個しかないって言われてて、天体観測の機械の歯車が見つかったんだけど、それがまだ現代で見つかってない天体2つが見つかってたし、精度がもうとんでもなく高い紀元前に作られた歯車、それだけじゃない。地球に開いた大きな穴、あ、なんかボカーンって開くやつ、あれは何なんだろうね。いや普通に穴が開いたんじゃないの、地盤沈下したんじゃないの。いや都市伝説を反論をする番組っていうのは結構見てて、なんか都市伝説とかそのなんつうの陰謀論っていうのがなぜこうどん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 出てきてしまうのかっていうのが面白いんだよ。その科学的に検証していくっていう番組。例えばあの月に到着してないっていうやつあるじゃん、NASA は月に行ってないっていうやつで、あれって陰謀論者が言ってんのって3つとか4つとかの根拠なの。要は旗がなびいてるとか照明がおかしいとか。でも NASA が発表してる月に行ったっていう証拠は6000以上あるのよっていう陰謀論者はその6000の方を無視してもう完全に行ってるっていう証拠、状況証拠がとんでもなくあるのに、なんでこんな陰謀論唱えるのっていう番組。Google の翻訳のペペペはよくわかんないな。今初めて聞いた。稲垣吾郎が出てたやつっていう番組、その番組は知らない。あ、そうそう、アンティキティラ島の機械。そう、それ。それだけは本当のやばいやつって言われてるね。でも古代文明に歯車を作って、たんじゃないかっていう、要はまだ解明されてないやつだね。例えばあのみんなが知ってる都市伝説で言うとさ、あのピラミッドの巨大な壁画にあのヘリコプターが描かれてるっていうやつ聞いたことない？なんか象形文字みたいなのが描かれてる壁の中にあのヘリコプターとか飛行機が描かれてるって有名なやつ見たことない？あれは知ってるでしょ。あれももう検証が終わってるの。あれは、まあまあ、石板とかがあるじゃん。で、王様がいると。で、王様が入れ替わった時に、石膏で埋めたのよ。前の人の王様の名前を。だって石板だから書けないから。で、石膏埋めるじゃん。で、その上から王様の新しい名前みたいなのを書いたの。だから二重に掘られてる段階の。で、石膏っていうのは脆いから、何百年か経つとボロボロって剥げ落ちちゃうわけよ。そうするとわけのわかんない古代文字には書いてない二重の絵が浮かんじゃうわけじゃん、彫り物として。でそれがたまたまヘリコプターに見えたっていうのが、要は2つの文字を重ねれると全くあのヘリコプターの形になる。あ、絶対ない。ピラミッドが宇宙人作った説っていうのは絶対ない。なんでかっていうと、外側から見るとピラミッドって綺麗に見えるかもしれないけど、中スカスカだったりするの。手抜き工事なので、そのピラミッドの学者さんが言ってたんだけど、中ひどいっすよっつって、スカスカなんすよって。であれを見た時に、宇宙人がこんな中スカスカに作るはずないって言ってた。もうサボった跡がいっぱいあるの、内部に。ありえないって言ってた。もう人間臭くてしょうがないんだって、ピラミッドは。いやマジマジマジ、側はすっごいでかい石とかだけど、なんかセメントとかくず石とかを結構発見されてて、もう人間臭くてしょうがないんだって。だからありえないって言ってた。
ソマリ語でペペペを翻訳して、また日本語に戻す宗教的な言葉が出てきて、ペを増やすとどんどん違う言葉が出てくる。ああ、まあ、それプログラマーの遊びじゃないのかな。あれってサビだらけだよね。そうだね。だって数千年経ってるからね。サビだらけだよね。タイムトラベラーは、あ、じゃあ俺、いい質問ありがとう、ケンタメ。タイムトラベラーについて面白いこと言ってあげようか。今から超哲学的で超面白い話になるよ。で、俺がいかに天才かっていうのがわかる。皆さん、いけますよ。俺は普段時間はないですよ。過去も未来もないですよって言ってた意味を教えてあげます。頭の中で思考実験をしてみましょう。皆さんは今から過去に行きます。10年前の過去に行きます。で、タイムマシンに乗って行ったりするんですけど、そのタイムマシンに乗った時に、1時間かかるとしましょう。うーんって言って、さてここで問題です。10年前に行ったけれども、あなたにとっては1時間未来に行っただけなの分かる人。これが時間の面白いところ。もし仮に過去に10年前に行くのに1時間かかるマシンができたとしましょう。でもあなたにとっての時間軸は1時間進んだだけなんです。これが本来の時間なの。面白いでしょ。言ってる意味分かる。だから過去に行けないの。面白いでしょ、これ。だから運動を指すのね、時間っていうのは。だからみんなが思ってる過去とか未来っていうのはおそらくない。面白いでしょ。みかんさん面白いでしょ。こんばんは。そう、時間は一方向にしか進まないんじゃないかっていう、その不可逆性とかで、その物理学者とかが言ってる1時間、時間っていう概念と、俺らが時計を見てる時間の概念っていうのは別なの。みんなが言ってるのは記憶の話なのね。記憶とか記録の話だから、過去に行くことはできないっていうか、過去っていうものが存在しないの。だからタイムトラベラーはいないと俺は思ってる。でもパラレルワールドから他の世界から来たっていうのならまだわかるかもしれない。でも多分時間っていう概念を誤解されてると思う。ビールありがとう。タイムマシンの浦島太郎説って何だろう。ブロンズのありがとう、ネボスケさん。こんばんは、ネコスケさん。ハートありがとう。今日猫率高くねえか。 サムネの猫率が高いんだけど、すごいことになってる。猫率高いよね。ゴリラ。 猫の次ゴリラかよ。昔写真にスマホ持ってる人とかいたけど、あれはなんか合成かいな。いやいやいや、スマホを持ってるんじゃなくて、こうやってやることなんか人間いくらでもあるじゃん。耳かいてこうやってやってる時に写真撮られてみなよ。 ただそういう話だと思うよ。地上にいるとタイムマシンの地上にいる人とタイムマシンに乗ってる時間じゃ、それはただの相対性理論って話でしょ。それはただの相対性の話だよ。正夢は、私は見たことがよく現実に起こって、あれ夢で見たなってなる。あ、オッケー。デジャブとか正夢って言われてることね。オッケー。夢の中で、死ぬほど怖い思いをされたこ、こ、恐怖の夢見たことある人。殺されるとか、わあ、助けて助けてとか、そういう怖い夢見たことある人、はい、手挙げてください。夢って何なのか教えてあげる。マキルありがとう、シルバーチケット。怖い夢見たことある人、桜餅ありがとう。あるでしょ。怖い夢ない？まあいいや。怖い夢見たことある人は多分たくさんいる。まさにあったでしょ。じゃあ今度、実際に刺されて死んだ後の世界を夢見た人はいないはずの。わかる？落ちそうになる夢とか、惹かれた夢とかはないはずの。わかる？これが脳の面白いところ。わかる？死ぬほど怖い夢は見るんだけど、殺された後の夢は見ないでしょ。つまり記憶にないことは夢で見ないってこと。で、正夢って何なのかっていうと、おそらく夢で見るぐらいコミットしてることだから、引き寄せの法則っていうんだけど、働いて見えるようになるだけ。だから夢に似たものが見えちゃうだけ。脳の不思議。そういうこと。経験してないものは夢で見ない。
だから童貞はセックスをする夢は見ない。セックスするまでの夢は見る。だから童貞の頃セックスした夢見たことなかったもん俺。みんなが処女だった頃とか童貞だった頃セックスの夢見たことないでしょ。え、見たことある？だってやったことないことは夢に見れないんだ。面白いでしょ。高いところから落ちたことないけど落ちる夢なら見たことある。それは多分ね、落ちた体感っていうのがあるから、想像が、脳が想像つくから。あのね、それはね、脳科学の話になってくるんだけど、あのニコ生で何回もやったけど、自己啓発っぽくなって宗教っぽくなるけど、脳の不思議ってやってみる。いろいろあの体験させることできるよ。俺講師やってたから。脳が持ってる不思議な力っていう、要は、ね、現実的に物質があるから認識ができるんじゃなくて、人間の脳って興味のあることしか認識ができない。ヤノラッキーはどつ。それやってほしい。じゃあ、俺のこのテスト何回もやったことある人いっぱいいるから、やらないでほしいんだけど、その人は参加しないでほしいんだけど、今から部屋の中を1分間見ます。皆さんが座って立ち位置を変えないでください。でこうやって360度こう部屋の中こうやって見てほしいの。1分間時間与えるんで。それじゃあいきますよ。で部屋の中を覚えてください。いきます、よーいスタート。1分間部屋の中覚えて、まあ自分の部屋だから何があるか分かるはずなんだけど、バーって見ていって、バーってこう見ていってください。いろんな部屋を記憶していって、1分間の間じゃあ、猫助さんね、その正しい答えを言うなら、高いところから落ちたことはないけど、落ちる夢は見たのは、落ちる体験があるかな。逆に、経験してないことはないはず。落ちるっていう体験はあるから想像がつくんだよ。うん、見て見て、1分間。じゃあそろそろですね。5、4、3、2、1。じゃあ今度スマホかパソコンに注目してください。部屋を見ないでください。部屋を見ないで、で準備ができたら OK って書いてください。スマホをずっと見るか、パソコンの画面だけ見てください。 OK、 いくよ。 OK ね、みんな OK？ OK。今度は頭の中に今1分間で覚えた自分の部屋っていう記憶があるでしょ。その記憶をたどって答えてください。自分の部屋に見たらダメだよ、見たらダメだよ。スマホの中で、頭の中で想像してね、スマホ、部屋の中に、視界の中に赤い色のものが何個あったか書いてください。赤色が何個あったか書いてください。想像で書いて、想像というか記憶をたどって赤で記録を残して、風船40個ありがとうございます。パンダ運送さん、おはよう。ヒトラーさん、1個ね。でそれ覚えといて、それ覚えといて。赤はない。上弱さん、はい、ない。赤色が何もないと、3個2つね。そう、自分の数字覚えといて、自分の数字覚えといてね。で今度は赤色を探すっていうことで、皆さん部屋の中を見てください。赤を探していって、部屋の中で。で前に書いた数字と後に書いた数字両方とも書いてください。意味わかる？0ないって書いた人は0で、発見した数が3だったら03って書いて、0はいスペース3って書いて、わかる？何々スペース何個って書いて、見えた数、自分の中今度360度見て赤色を探して、今度は赤を探すの。スペースね、よーく探してほしい、よーく。でほとんどの人が増えるはずなの、ほとんどの人が増えるはずなの。これを無限にやってるの、人間って。無限の時間の中でやってるの。
だから引き寄せの法則っていうのはこれを使ってるのね。引き寄せの法則っていうのは、増えるのが通常なの。増えるのが通常で、要は赤っていうふうに認識、赤色が好きな人は赤が目につく、好きなものが見れるっていうことね。これが脳そのものなの。脳そのもの。つまり現実世界、自分の部屋っていう空間だから誤差が少ないんだけど、会社であったりとか社会で生きていって面白いでしょ。例えばじゃあもう一個言います。車から、車の運転席から想像してください。車持ってない人も想像してみて、これすっごく面白いから検索しないでね。車の運転席から見て信号待ちをしてます。真ん中の色は黄色です。赤色は右か左か書いてください。想像で書いて。赤は右ですか左ですか。車運転する人わかるはずなんだよ。赤は右ですか左ですか。感覚で書いてください。これ面白いデータが取れる。ね、面白いでしょ、人間って。これは正解とか不正解じゃないの。人間って右とか左とかこんだけ曖昧に生きてるの。バラバラになるでしょ。 でしょ。つまり普段こんだけ見てる信号機ですらこんだけ認識をしてないってこと。いや、右が正解、左が正解って話じゃないの。これバラバラになるってことは、こういうものが世の中にいっぱいあるってこと。それを認識してほしいの。正解不正解で物事を考えたらダメなの、この問題っていうのは。思考実験だから。ここのポイントっていうのは、赤であったり信号であったり、そう、日常にあふれて、そう、見えてないものがいっぱい見えてるっていうこと。見てるふりをしてんの、人間の脳って。それくらい優秀なの。はい、こんばんは、ビリカさん。面白いでしょ。記憶は曖昧な。そう、記憶は曖昧な。面白いよね。面白いでしょ。そう、それくらい脳が優秀なのね、実は。これは脳のダメなところじゃなくて優秀なところなの。要は、こういう脳みその不思議を使って、俺は自己啓発っていうのをずっとやってた。だから引き寄せの法則って言われてるのはオカルトじゃないよっていうのを、科学的にその研究されてるデータとかを見て、引き寄せの法則は使った方がいいよって言ってんの。で、仏教が言ってる目の覚めた状態っていうのはまさにこれ。これがなくなる世界ってこと。配信時間遅いね、最近ね、ピリカさん。ありがとう、桜餅ありがとう、ハートありがとう。だから、その脳をコントロールするっていうか、無意識をコントロールするっていう感じかな。面白いよね。で、その正解不正解にとらわれないっていう、その無意識における、なんて言うんだっけな、これ。無意識でやる、選択のこと、なんて言うんだっけ、心理学の用語で。ちょっと待ってね。俺も最近話してないからぶっ飛んじゃってるな。無意識における選択、なんだっけな。なんかそういう言葉があるんだけど、例えばなんだけど、コーヒーが好き、紅茶が好きっていう二択で考えたときね、紅茶を飲むかコーヒーを飲むかっていうふうに考えたときに、母親、実は自分の好みっていうのは、母親の食生活に依存しやすいっていうデータも取れてるのよ。母親がコーヒー、家がコーヒーを飲む家系だと、必然的にコーヒーになりやすいとか。で、紅茶になりやすい。実は好きか嫌いかって、みんなが勝手に論理的に判断してるの。後付けの理論なの。そう、超自我とかいろんな言葉があるんだけど、超自我じゃなくてね、その無意識に判断をしてるの、みんな。その生きてる間に、例えばどういう無意識の判断してるかっていうと、今この枠で、この時間で無限に配信者、まあ有限なんだけど、こんなに多くの配信者がいて、和道のことを選んでるっていうのも無意識に選択してるのね。そう、そういうその無意識をコントロールするっていう。
S ではないね。何だったっけな。無意識下における行動選択のことなんて言うんだろういいよいいよ、ビリカさん。見れるときにまた見に来て。両方好きな場合はっていう意味じゃないの。あのね、そこにとらわれるんじゃなくて、物事の本質っていうか本意。俺が言いたいことの本意は。両方好きな場合もあるよ。あるけど、そうじゃなくて、例えなの、これは。物事。コーヒーか紅茶かで例えてるだけで、例えば、コカ・コーラ、ペプシなのかコカ・コーラなのかでもいいし、牛丼屋さんに行った時に、トンドン食べるのか牛丼食べるのかっていう話を。無意識の行動選択っていうのを持ってるっていう話。昼夜逆転してるね。これは本とセミナーだね。俺は本も自己啓発とか洗脳とか営業マンの本とかたくさん読んだんだけど、読んでるし、多分ね、数千万円するようなセミナー、数百万円するセミナーとかに通ってたことがあったの。で、ちゃんとした学者さんとか専門家のセミナーとかも通ってたし、講演会とかも行ってるから、そういう、なんつうんだろう、ネットに溢れてる知識って実は大したことない情報が多いの。あのね、なんでかっていうと、ネットって無料でやるから、ちゃんとした知識を持ってる人って無料でばらまく意味がないって考えてる人ってまだまだ多いのよ。そりゃそうじゃん。だけど、お金が取れる情報であったりとか、ちゃんとした研究した成果っていうのは、金取って叱るべきだと思うでしょ。みんなが例えばさ、すごく研究したものに対してネットで広めようって思わないでしょ。ちゃんと、それに見合う対価を払ってくれる人にちゃんと話したいでしょ。だから、お金を払ってちゃんと勉強するってことは、まだまだ今の日本とか、今の世界においてはまだ大事なこと。これがどんどん転換していくことだと思ってるんだけど。いや、俺が教わってた人とかって結構すごい人だったんだけど、ありがとう。チケットありがとう。適当なことを言う人が多いの。コーチングの世界とかって。面白くて、金持ちに私がなったから私がなった方法を教えますっていう人は大体当てはまらない。なんでかっていうと、確率的に成功をする人って必ず生まれちゃうの。だけど、その人は成功法則を手に入れて成功したわけじゃなくて、運で成功した可能性があるじゃん。その運を1万人に話したところで、それもまた確率になっちゃうのね。だから、いろんな人にちゃんと聞いたりとか、統計的に成功哲学を持ってる人じゃないと、多分意味がないっていうのが俺の判断。いろんな本読んできたけど、この人の本とか、この人の言ってることを、この人がうまくいったんだなって、この人に似てるタイプじゃないとうまくいかないなとかも、わかる、ありがとうアイテムみんな、ネットの情報はだいぶ良くなってきたけど、まだ本とか雑誌とかセミナーとか講演会とかの方が有力な情報が多い気がする。見定めるのは難しいっていうか、経験とかそれこそ体系的に学んでるのかとか、そういうところが重要になってくるね。要はポジショントークしてるかどうかっていうところなんだよ。ポジショントークしてるやつは大体ダメ。風船ありがとう。あ、フォローありがとうございます。面白かった人はフォローしてください。あのね、本はダメ。結論から言うんだけど、本はダメ。ねぼすけごめんね。質問の本意になってないと思うんだけど、じゃあ、俺がその先輩から教わった言葉で、そのすごい先輩っていうかもう大先輩というか、とんでもなく神様みたいな人なんだけど、まあその人が言ってたので、すごいなと思ったのが、その2人で話してる時にこう言われたの。何もしなかったら何も起こらないよなって。はい。
これゼロだよなっていう。あ、その通りですって。何もしないより本読んだ方がいいよなって、うん、そう思いますって。でもさ、逆の視点で考えてみようかって。お前が何かで成功して本を書くとき、本当のことだけ書くって言った、言われたのね。いや、多分10倍増しぐらいに格好つけて書きますって。10倍情報盛りますって書いたの、本を書くときは。だよねって。世の中に出回ってる本ってみんなそれをやってるんだよって。だから本一冊の中に本当のことって10分の1ぐらいしか書いてないんだよって。みんなそうだから。で、ほとんど嘘800じゃないけど、もりもりトークなのねって。だから、この一冊の本の中で、10分の1の本当の情報を見分けられる能力が必要なんだけど、何もしないよりは本を読んだ方がいいよなって。だからみんな本読むんだよって。はい。でも、何もしないより人に会った方が早くねって言われたの。その人本何冊も出してるんだけど、俺の本読むより、俺とこうやって話してる方が、情報量高いと思わないって。はい、そう思いますって言って。でもなって。俺も無意識に話を倍に持って話してるんだよって。人と会ってる時お前もそうだけど、ちょっとカッコつけて話盛らないって。盛りますって。だから人の話は半分に聞けって言うだろうって。人と会ってる時っていうのは自制心が働くから、本よりも、その、本当のことは話すけど、それでも人間で欲深いから話を持っちゃうんだよって。だから本を読むより人に会った方がいいけど、人の話は半分に聞けなんだよって。その人が言ってることは、何もしないより本を読め、本を読むより人と会え。じゃあ一番いいことって何かわかるって言われた。ゆうこさんいらっしゃい。一番いいこと、本、まあ本を読むことよりも会うことよりも 100% 真実っていうのがあるんだよって。で、それが成功する人間の特徴なんだけど、なんだかわかるって言った時に、俺は自分でやることって答えた。正解って。失敗も成功も全部 100% 完全なトゥルーだから、だから動いたやつが勝ちなんだよって言われた、うん、だからその本を買うよりも、うん、例えばこれこういうことね。自転車に乗ろうって言った時に、何もしないやつは乗れないので、自転車の乗り方っていう本を読んでも10分の1ぐらいの情報しか手に入らないじゃん。それよりも自転車に乗れる人と話した方が情報量高いでしょ。いや、こうやって早く漕ぐんだよとか、勇気出してガーッと漕いでみとか。で、今度一番いいのは転んでもいいからやることだよね。そう、深いでしょ。ただ行動しちゃえばいいの、一番いいのは。小説はどうなるん、小説はどうなるんっていうのは、だから今話したじゃん今話してるじゃんそう、体験を語ったりしているものに言ってる、うん、体験を語ったりしているものに言ってる、うん、わかりやすいでしょ。自転車の例えばが多分わかりやすいと思う。いや、別に本読んだ方がいいよって、何もしないよりも。ただそれは人の体験であるし、自分の体験じゃないから錯覚を起こすんだよ、うん、そう。だからさっきも言ったんだけど、うん、言葉で言うと、俺のセミナーっていうのは体験型でずっとやってたの。だからさっき言ったことっていうのは、脳っていうのは情報っていうのは負荷がかかるから、見えてないもようでいて実は、あ、見えてるようでいて実は見えてないよっていう言葉で説明したっていうのと、みんな1分間見てみてってみんなに体験させてたでしょ。で、1分後脳で赤色探してて、これが体験の方なの。俺は体験を重要してた。なんでかっていうと、体験って本人にダイレクトに伝わるから。とにかく説明するよりも体験をさせてから説明するっていう。そう。うん。アイテムありがとう。体験に勝るものはないよね、やっぱり。体験しちゃった方が早い。で、体験は嘘をつかないから。で、何がいいか、体験のいいところは何かっていうと、人ってさ、足が長い短いとかさ、美人とかブスとかさ、太ってる痩せてるとか、いろんな条件っていうのが変わるわけよ。人のやり方っていうのが自分に合ってない可能性っていうのが高いの。合ってることもあるんだけど、だからスタイルとかやり方っていうのは自分で見つけた方がいいんだよ。
ビールありがとう。アイテムありがとう。バニーニさん、いらっしゃい。うん。鉄間さん、いらっしゃい。いや、引きこもりも体験だからね。うん、引きこもりも体験だから。ルッツさん、いらっしゃい。今日のテーマは今終わったところなんだけど、脳と洗脳と、まあ脳科学に近い話してたかな。洗脳とは何なのかっていうテーマのオープニングトークみたいなのをセミナーで話してた時のオープニングトークをみんなに披露した感じだ。特にテーマは決まってないね。動画は残ってない。なんでかっていうと、生放送をやってる時にやってなかったから、うん、その後に生主になったから。でも引きこもりが別に俺は悪いと思ってないよ。なんでかっていうと、アニメーターとかさ、絵描きとかさ、まあシルバー作るとかも別に部屋の中に引きこもってるだけだから、部屋の中で仕事する人もいるから。ただ俺はいつも言ってるんだけど、インプットとアウトプットはバランスよくねって言ってて、人間がやっぱ生きていくためには学ぶとか、その買うとかも必要だけど、売るとか話すとかアウトプットもすごい重要なのよ。本人にとって。だからそのインプットとアウトプットのバランスが崩れると、減らったりとか病気になったりするっていうふうに思ってるかな。関わっていくっていうこと、外部と。あー、ニコ動には残ってるかな。でもそれもあの本ちゃんでやってた頃の動画ではないから、バランスがそうだね、半々ぐらいがいいと思うよ。だからその、例えば話すっていうことが俺は職業なんだけど、物を語るっていうのは。やっぱりインプットをしたり刺激がなかったら話がループしちゃうんだよ。ずっと同じ話をしてしまうから。だから、やっぱりその勉強期間みたいなものとか、外部から情報を取り入れるっていうのは大事だなと思う。逆に言ったら俺はずっと子供の頃からオタクで引きこもりだったから、ずっとインプットをしてるから、多分人よりも情報量が多い部分があるっていうだけだと思う。一部の分野に関して人よりも情報量が多いってだけだから。ああ、喧嘩して、あ、そうだね、よく警察官とかが言うのが、大体殺人事件とかってナイフで急に刺しちゃうとか言うのって、喧嘩したことない人とからしいね。だからヤクザの人に話聞いたことあるんだけど、一番怖いのはヤクザとかの抗争じゃないって言ってたね。オタクとかがナイフ持ってプル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 震える方が怖いって言ってたよ。サイコパスとかオタクみたいなやつがキャーとか言いながら叫んで、ブスが一番怖いって。うん、何するか分かんないっていう、うん、引きこもり時代漫画ばっか書いてたから今漫画家になれた。マジで？え、ねぼすけさん漫画家なの？俺漫画好きだから、なんか作品読んでみたいですね。なんか差し支えなければ184って書いてくれたら、あの俺にだけステルスコメント打てるんで、タイトルとかもしよかったら読んでみたいですね。寝坊助さん今漫画家なんだ、すごい先生なんだ、うん、山本五十六のしてみせてのことばかり。はい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 、殴られる痛みを知らないから。そう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 、バダレしてる人ってお尻刺したりするんだよね。なんでヤクザの例えなのか分かんないけど、そう、バダレしてる人ってね、結構ケツ刺すんだよね。そう、絶対死なないところとか、腕とか、うん、腕危ないよね、心臓近いから、頸動脈近いし、やっぱお尻とかを後ろからザクっていくんだよね、ケツに。絶対死なないから。いや、結構あれだよ、お尻刺されるんだよ。俺あのヤクザの人だったらそうだよって言うと思うよ。でも本当にヒットマンが殺すときはちゃんと狙うよ。
だけど、威嚇で殺すとき、威嚇で、要は、けじめつけるときとか、ケツ刺すこと結構多いよ。合ってる合ってる。お、ありがとうございます。あら、素晴らしい。え？著者名が、著者名。あれ？著者名がずれるな。これ違うのかな？あ、これだ。あ、本当だ、本当だ。へえ、すごい。ありがとう。素晴らしいですね。はいはいはい。ありがとう。いや、なんか、ぜひぜひ、ぜひぜひの意味がわかんないけど。何がぜひなんだって。漫画本で読むより動画みたいなアニメで見た方が、作品によるな、それは。俺は漫画はすごい文化だと思ってて、漫画は文学まで昇華したと思ってるね。ありがとうございます。了解です。へえ、すごいな。ジョジョはすごいね。ジョジョはすごいね。和道の漫画描いてもらいなよ。俺、だから本当に、あれだよ。映画撮りたいんだよ。映画。俺でもネタあるよ。2個ぐらいあるよ。これ、表現したいっていう、そのやつが。本当に2個ぐらいあって。俺が若い頃体験した、そのケンちゃんの話とかを、いじってあるような話なんだけど、全部体験から来るやつなんだけど、だから今話したようなテクニックとかを、テクニックを解説するんじゃなくて、そのエッセンスを作品の中に埋め込むようなプロット、頭の中にあるよ。いや、ケンちゃんの話面白いでしょ。俺はね、クレイジーダイヤモンドが意外と好きなんだよね。あと、岸辺露伴の技もいいよね。ヘブンズ・ドアーね。夢で見たことが100%的中する。デジャブか。これね、あんまり言いたかないんだけど、じゃあ、今日は特別ね。あんまりこれ言っちゃいけないことなんだけど、超能力とか霊感ってあるの？本当は。ちょっと、急に わざと、オカルトじゃないよ、オカルトないよっていう話に、わざとしたんだけど、本当のことを言うと、霊能力とか直感ってあるのよ。あるけど、あるって言っちゃいけないのね。一応、この現実世界では。持ってる人って腐るほどいるのよ、本物って。だけど、持ってる人っているんだよ。でも一応ダメなの。消されるからではなくて、何て言うのかな、悪い影響が、やっぱり与えてしまうから、悪い影響が及ぼしてしまうから、あるのよ。なんかこの前やったでしょ、人を触れないで、その人を倒す技術とかあるわけじゃん。いろんな技術っていうのはあるのよ。だけどね、要は、じゃあ、ハンターハンター読んでみよう、猫助さん。ハンターハンターに書いてあるでしょ。なんで、この能力っていうのを、ハンター協会が封印してるのかって話よ。
いや、影響されるとかされないとかじゃないのよ。直感っていうのは簡単なのね。データベースがあるから、生きてきた論理的なデータベースとか記憶とかあるでしょ。それがパンパンに詰まってるの、脳みそに。それを人間っていうのは直感とか第六感レベルを引き出すっていうのは、感覚でこれはまずいとか、これはいけるとかっていうのがあるの、データベースの中で。あんまりね、その超能力を持ってる人とか、そういうふうに生まれ持ってそういうふうになっちゃってる人とかもいるのよ。だからダメなものはダメなんだよ。怖いね。これはね、あんまり話したくないんだけど、脳の不思議なのね。脳の不思議で、古代人とかこれを使えたのよ。でもね、科学の発展っていうのはこれの否定なのよ、簡単に言うと。で、現代っていうのはもうダメなの。それを許容してはいけない社会になってしまったの。スピリチュアルとか霊とか、その超能力とか。だからそれを、麻原は簡単に言ったら超能力使えたんだよ、あれ。オウム真理教とか。だから危ないの。そう。だから危ないの。親戚が家をきれいにしてるのを夢見た次の日、その親戚が亡くなったっていうのがあった。いっぱいあるのよ。そのチベットの奥地とかに、その奥義みたいなのを眠ってるのね。日本でもあるんだよ、実はそういうのって。でもね、表に出てはいけない技法ってあるんだよ、やっぱり。まあ、だから、なんていうの、パワーを使って暴走しちゃったんだよね。まあ、もしピリカがさ、俺の夢見て危ない時があったら教えてよ。それでいいじゃん。コメント欄で教えてよ。俺はね、月の暦に結構関心があるかな。月の暦で生きた方が人間のサイクルっていうのはいいんじゃないかっていう仮説を立ててて、今ちょっと勉強中。月の暦にちょっと興味がある。いい方向に使う人間もいるよ、もちろん。だけどね、あんまりね、表立ってそれはね、あるって言ったらダメなんだよ。あるっつったらダメなものもある。おのんちゃんいらっしゃい、ワドツ。元気出た？超能力者来たよ。5年間も生主やってるのに、才能だけで閲覧数ぶっぱねる超能力者来たよ。YouTube の再生回数、たった1週間で1万再生超える化け物が来た。やめろよ、鉄マン、お前、そういうこと言うの。お前、人にブスとか言うぐらいかっこいい生き方してんのかよ。やめろよ。表だって言っちゃいけないんだけど、もしそのピリカが本当にそういう才能とか技法とかを持ってるんだったら、いつか死と出会うと思うよ。やめなさいよ。女性に対してブスっていうのはひどいよ。ホーキング博士、そうだね。まあ、現代の偉人だからね。なんだっけ？相対性理論。アインシュタインの相対性理論ともう一つの理論を統合した人なんだよね。だから現代物理学の基盤を作った人なんだよね、ホーキングって。まあ、一番有名なのはそのブラックホールの特異点の理論を作ったっていうやつが偉業だったのかな、確か。ホーキングさん亡くなっちゃった。ホーキングじゃん。ホーキング博士でしょ。ホーキング博士亡くなっちゃったね。で、最後にやってたのが何だったっけな。平行宇宙と最後の論文が面白かったんだよね。なんかその平行宇宙とかの話なんだよね。平行宇宙。鉄馬ちょっとのんちゃんに謝ってくんない？ブスって言ったの。
なんかリスナー同士でケンケンするの嫌なんだけど、宇宙の話いっぱいしてるよ、ホーキング博士は。俺だけどツイッターに書いたんだけど、俺分かったよ、この世界って。ありがとう鉄馬。この世界って多分宇宙動いてるよ。俺多分ね、これね、多分100年後とか1000年後とかに和道すげえって言われると思うよ。俺宇宙動いてると思ってる。俺ね、ついに発見したの、宇宙の法則を。意味が分かんないと思うんだけど、これ多分ね、天才物理学者とかがいたらね、えってなるでしょ。いや俺ひらめいた、禅をやってたの、瞑想してたの。何次元までとかあんま関心がないけど、宇宙に関してはあのなんか見えたね。俺はその論理体系っていうのができないんだけど、体感で、あ、分かったっていう。ああ、だから Facebook がすごい実験して大変なことになった、なったじゃん。Facebook の AI 同士が会話してたら、急にお互い、もうわけわかんない、人間の言語じゃなくて暴走し始めて、Facebook の、あれが止めたよね、人工知能。人間が理解できなくなっちゃうから。ロボット同士の、ロボット言語で会話しちゃった。暗号で。ガンツみたいだよね、ガンツ。寝たきりのおばさんがなんかブツブツ数字ずっと言ってて、それが実はみたいな話です。四次元のいたずら？なんだろう。次元のいたずら。ポルターガイストとか四次元の別次元にはとまったし、ああもうだからそれは霊だよ。それはだから俺は否定的な。あのね、現代人は霊がいるって言ってそれは否定しないといけないのね。なんでかっていうと、日本人って生まれ変わり信仰があるので、生まれ変わり信仰とデータベースがあるっていう論理の2つが結びつくって本当にやばいことなの。あのそれは宗教を突き詰めた人間っていうのは分かってるのよ。この生まれ変わるっていう世界観と霊がある世界観っていうのは別の宗教なんだけど、突き詰めて考えると統合しちゃう宗教っていうのは結構出てきたんだけど、全部人類破壊せよっていう思想になってるので、オウム真理教もその世界観を持ってたの。これダメなのね。もう解明され終わってることだから、宗教学とか。あれ面白いよね。あれ面白いよね。宇宙は、地球は何層もあって、そのどれにも自分が存在する、それに合うと死ぬとか、まあまあ、まあまあそういうオカルトあるね。なんでその生まれ変わり信仰とその霊とかのデータベースがある、魂があるって考えるとやばいかって分かる人いる？カルマの論理って言うんだけど、うん、だからダメなのよ、ピリカ。だからダメなの。あのね、師匠を間違えるとダメなのね、ピリカさん。だから危ないの。だから危ないの。ダメ。要は、その、夢が 100% 叶う、現実化するっていうのは忘れるな。うん。それは秘めた方がいい。うん。いつか死と出会うから。ダメよ。ダメ。簡単に騙されるし、簡単に暴走するから、要はその力はダメ、ダメなの。チャクラを開く練習は簡単だよ、うん、全員やればいいよ、うん、禅寺行ったりヨガやったりすればいいよ、うん、
その格闘家とかもよくやってるな。だから格闘家の話とか禅に近いなって思うもん。うん。ドレさんがね、なんか格闘技の深い話してる時とか禅の話とかに見えるもん。ありがとう。なぜ人はオカルトにはまるのか。ああ、いい質問だね。なぜオカルトにはまるのか。要は、理解ができないものを理解しようとするから、変な構造になるのね。人間の脳みそっていうのは。だから、科学者とか頭が良ければ良いほど、はまらないでしょ、オカルトって。なんでかっていうと、理解できてるからの。説明ができるものっていうのは理解できてることだから。でも、世の中には説明ができない不可思議な現象っていうのはいっぱいあるのよ。だからそれをでも咀嚼できないと人間は納得ができないから。だから、変な論理体系になってしまうの。ああ、いや、ゾーンはあるよ、鉄馬さん。俺2回ぐらいあるよ。2回ぐらいゾーンはあるよ。あるあるある。で、禅っていうのはその状態を引き出す。要はね、脳内麻薬が、異常に出てる状態のことね。脳内麻薬が暴走してるとき、そういう現象っていうのは起こるから。だからさ、バキに出てくるさ、エンドルフィンとかさ、死に際の集中力っていうのはあるのよ。ランナーズハイとかもそうでしょ。簡単に言ったら簡単な話なの。超簡単な話で。みんなさ、42.195キロを、16秒台で、走り続けてこないよ。普通の人死ぬから。テスト OK だよ。16秒台で、16秒とか17秒台で32点、ん ?42.195 キロ走ってこないよ。絶対出るから。それやってんだよ、アスリートって。それを2時間半で走るんだよ、トータル。それはゾーン入るわな。宇宙人は間違いなくいるって俺は考えてるね。ペカルさんなのかな、ヒロさんかな、ヒロさんね。俺は宇宙人は間違いなくいるっていうのが俺の考え方。あ、山登りはね、俺て経験て経験がないけど、あるだろうね。山岳信仰とかがあるぐらいだから。だからそれそうでしょ、指が取れたりとかさ、凍傷とか死の危険があっても登るって、そういうことだもんね。むしろそれを味わいに行ってるんだと思うよ。まあ、日本人特有の能力だろうね。知的生命体が宇宙にしか考えているよりも、フラットな状態で宗教的な知識とか論理観なくみんなに質問しようか。これ事実ね。さて皆さん問題です。地球が誕生、宇宙が誕生してからどれくらい経ったでしょうか。あ、いい質問だね、ジャパネット武田さん。地球外生命体ってことね。地球外知的生命体の話だね。宇宙人は俺らも宇宙人だから。さて問題です。皆さん、宇宙が誕生してからどれくらい時間が経ったでしょうか。 Google 検索していいですよ。宇宙人がいるっていう論理を話します、僕は。はい、皆さん、宇宙が誕生してからどれくらい経ちましたか。どうでしょう、答えられる人いる。宇宙が誕生してからどれくらい経ったでしょうか。はい、46億年。はい、じゃあ今度次の質問します。地球上にある砂粒があるでしょ。地球上にある砂粒を想像してください。173億年ね。地球の砂粒をイメージしてください。この砂粒よりもはるかに多い星があります。星があります。これはもう現代解明されてることです。 OK。 宇宙が誕生してから膨大な時間が経ちました。で、さらに、地球上にある砂粒の数よりも、宇宙にある星の数の方が多いです。さて、ここで問題です。宇宙が誕生してから、地球にだけ、ものを考えられる生命体が生まれました。他の星には、今後、他の星には知的生命体など生まれてません。っていう考え方が一つ。OK？ こんだけ膨大な時間が経っていて、星の数、もう砂粒の数よりも星の数のことがあって、生まれて初めて、宇宙が生まれて初めて、生まれて初めてできた知的生命体は地球にしかいません。
っていう考え方と、いやいやいや、過去にも膨大にいたし、他にもいっぱいいるよねって考える前者と後者、どっちでしょう。前者と後者どっちが正しいと思いますか。俺が言ってんのはそういうこと。俺ははっきり言って地球にしかいないし、地球が初めて誕生した文明だし、それ以降も出てこないって考えるのはオカルトだって考えます。これはホーキング博士が言ったことね。200万個体いるだろうって、少なくとも今分かってる宇宙だけでも200万個体はいるだろうって言ってる。だからその計算式のロジックで、俺はホーキング博士が言ってることの方が正しいと思う、うん、ホーキング博士もいる派なのね。でおそらく計算すると約200万個体はいるだろうって言ってる。こうやって聞くとわかるでしょ。宗教っていうのは洗脳だとか思い込みだっていうのは、あれがガセかどうかはわかんないね。俺もホーキング博士とか、まあ普通に客観的に聞いた時に普通にいるよねっていう、うん、そうそういうこと。ジョージャクちゃんがいいこと言った。ただ遭遇はできない。そう、宇宙が広すぎるの。いや、俺が言ったのはホーキング博士の例えを、俺も同じこと思ってたんだけど、ホーキング博士が言ったのは200万個体いるっていう話よ。俺が言ったのは宇宙ができた時間数と星の数よりも多いっていう、この単純なデータだけを見た時にいるよねっていうのは俺の論理だから。変な上げ足取らないで武田さん。俺は言ってる。でその後にホーキング博士の論理をくっつけたの。俺はいると思ってるから、もともと。ただ遭遇は難しいと思ってる。楽しいよね、うん、楽しいね楽しいね。不思議がいっぱいだね。いいね、こういうことを楽しいって言えるのはすごく幸せなことだよね。おお、ズワイガニ久しぶり、いらっしゃい。ビールありがとう。 KPKPKP アイテムありがとうね。ズワイガニどうだ、東京の生活慣れた。実際の宇宙の構造は、まあ、解明は無理だろうな。うん。でもどうなんだろう。俺は宇宙が膨張してるっていうのも、まあ無理だよね。光、もう観測ができないからね。俺ね、でもね、簡単な話なんだけど、簡単な話なの。月とか火星とかから同じ観測ができるんであれば、ちょっと広がるんだよね、観測領域が。まあそれも難しい話なんだけど。虫怖いよね。幽霊みたいに宇宙の目に見えない次元に生命が存在してる可能性。いや、だからガス生命体とか、なんかそのミクロな生命体とか、多分ね、俺が思うね、知的生命体とか宇宙人とか言われてる地球外生命体とかって、多分人間が想像してないような感じだと思うよ。鉄でできてるとか、なんかもうなんか人の形じゃないと思ってるのよ。もうとんでもなく変な生き物だと思ってる。宇宙は球体で7つあるっていうか、もっと言うなら、俺は地球もしくは人間がね、ウイルスで飛散した別の宇宙から来たものだと思ってるかな。好き酒女、うん、うん、あ、イカはすごいらしいよね。ありがとうビール。いや俺ビール飲まないけど、お茶飲みます。
ドラゴンボールの宇宙観わかんないからわかんないな。その通りだね。急に覆るから面白いよね。アダムとイブの世界観っていうのがまさにその、なんだろう、キリスト教的な世界観だよね。表現理論に興味あるけど理解できん。なんかね、物理学者が言うところの、なんかその数字上の話と文系の人間が、そう理数系の人間とかを、の解釈全然違うとかいう話がすごい面白かった。だからネットとかで言われてる、そのやつは文系の人間が理系の話を理解できてなくて、数学上起こってる話を無理やり日本語にしてるから変なパラドックスが生まれてるしまってるだけみたいな、なんかその考察のね、なんか話がすげえ面白かったな。要は数学っていう言語を使ってると矛盾が発生しなくて普通に理解できるんだけど、数学を理解できない人とかが、要は物理学とかを理解できない人だったらこういうふうに説明するしかないからみたいな、で誤解が生まれるみたいな、タイムマシンとか。太郎さんいらっしゃい。肉まんありがとう。マントルがあって。いや、だからね、マントルがないかもしれないっていう考え方もあるから面白いよね。マントルもないかもしれないって。エリア51人、どうなんだろうな。まあ、いたとしてもおかしくないよな。別に、いたとしても、へえで終わるね、俺は。だって宇宙人よりも絶対浅井さんの方が何言ってるか分かんないもん。もう自信あるもんね。浅井友紀子の方が宇宙人より何言ってるか分かんないもんね。っていうか浅井さんだったら宇宙人と会話できると思ってるもん。いや、マジでマジで。いや、本当に本当に。浅井さんは多分宇宙人と会話できるよね。ありがとう。ああ、よかった。ねぼすけさん、ね、もし面白いなと思ってくれた人はフォローして応援してくれると嬉しいですね。ありがとう。そう言ってもらえるのが一番嬉しいよ。嬉しい。ありがとう。アイテムもありがとう。ねぼすけさん。しかし今日猫率高えな。もうサムネが猫ばっかりで、もう何なのこれ。何なの今日。猫率高えな。どうした？猫ばっかりでしょ。何なのこれ、今日。猫多すぎでしょ。にゃー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 。いや、猫めちゃめちゃいるぞ、今日のサムネ。猫ばっかりだよ。ネズミ？ 逃げて。今すぐ逃げて。もう敵だらけだよ。ヒロさん。食べられちゃうから。猫いっぱいいるから。猫さん、あれだよ。ヒロさんがネズミだから、猫猫で挟まれたらもうアウトだからね、コメント欄。純ちゃんいらっしゃい。面白いね。あ、ここにいたい。逃げて逃げて。リオーニアさんいらっしゃい。いや、言語は不完全だよね、やっぱ。言葉を使って生きてるからよくわかる。言語は不完全。本当に伝わらないね。言語を完璧だと思ってんのが人間の愚かなところだよ、本当に。言語は気持ちを伝えるのにすごく不完全なツールだね。どうなんだろうね、まっすぐ一周。いや、大陸つながってないからな、まっすぐは無理じゃないのかな。どうなんだろう。つながってないでしょ。海隔ててるから、やっぱまっすぐっていうのは難しいと思うよ。
まあでも衛星が飛んでるわけだから、まあまあ客観的に地球が丸かったりとか、そういうのはいいんじゃないの。それである程度解明書があって、あ、飛行機とかか、おどうなんだろうね。まあできるけど、だって衛星でやってるわけだから、宇宙空間からこうやって軌道をまっすぐ取ってるわけだから、うん、まあまあそれと同じじゃないの。バミューダトライアングルとか不思議だよね。バカプレゼントありがとう。うん、不思議だよな。いや、あれはね、俺はもっとやばい話だと思ってるよ。墜落した旅客機、あれロシアだろ。あれはもっとドロドロしたやばい話だと思ってるよ。あれでしょ、飛行機が墜落して消えたやつでしょ。いや、あれもう解明されたっつうか、もうほぼ確定してるでしょ。あれで戦争始まってるじゃん。だってだから日本に生きててニュースが入ってこないのが問題なんだよ。日本って全然グローバルじゃないの。日本ってニュースで流さないニュースいっぱいあるのね。で、北朝鮮よりも報道がダメだって世界的に言われてんだよ。自由報道ランキングとか見てごらん。日本ってめちゃめちゃ情報、そう、北朝鮮よりもやばいんだよ。偏ってて。あれはロシアでしょ。ああ、トメちゃんいらっしゃい。いや、ロシアがおち、やった説あるよ。うん。めちゃめちゃだよ。日本の報道ランキングってどれくらいだったっけ。ちょっと待ってね。日本。報道。ちょっと待ってね。72位か。報道の自由度ランキング。72位だよ。やばくない？国が180ぐらいあるわけでしょ。あ、北朝鮮が一番低かった。ごめんごめん。でも日本ってこんなに低いんだよ。うん。まあ、まあ、ひどいわな。ノルウェーとかスウェーデン、フィンランド、北欧はだから進んでるんだろうね。デンマーク、オランダとか。国民のために情報を流さないかんね。結構有名だよ。日本は報道全然機能してないって。だからもう本当に、あれだよ。ヤバたんだよ、この国は。有名。スポンサーに不都合な情報はまだわかるんだけど、いや、テレビもネットもクソだよ。俺はこれネットっていう定義にしてない。なんでかっていうと、人と人との関わり合いだから。だけどね、もうね、毒されてるよ。おお、もち、久しぶり。どうした？来なかったね。忙しかった？来てくれてありがとう。待ってたよ。アイテムありがとう。まあ、記者クラブとかね。まあまあ、国民も興味ないね。まあ、いいんだけど、それは。浮気してた？誰？浮気相手誰？浮気相手誰なの？誰に浮気してたの？もち。ダメだよ、浮気。誰か言いなさい。誰と浮気したの？かわいいかわいい。俺、プリティーなワドちゃんを差し置いて。パトラッシュか。一番とんでもじゃねえかよ、お前。パトラッシュとかお前一番とんでもねえよ、お前オカルト野郎じゃねえか。C
信じられるのはワドーとテルジャンピンの放送。日本、あ、俺、うん、本当にそう思うよ。日本は世界で最も成功した社会主義の国家。いや、本当にそうだと思うよ。特に江戸時代のところなんかもう完璧だよね。いや、日本はすごかったんだよ。日本は国としてのシステム完全だったからね。まあもう無理だろうけど。いやだから儒教の国だからでしょ。年功序列だからだよ。年齢が上だと偉いと思ってんの。アホだから。年齢が高いと偉いっていう国だ。アホ国家だから。いや、そういう意味でしょ。サミュエル・モーランドいらっしゃい。要は年齢で人のこと判断するってことよ。まあ、韓国も儒教だから。事件の名前を教えて。いや、検索すれば出てくると思うよ。あの、ボーイングだっけ？旅客機が消えたのは何だったっけ？いや俺もざっくりうろ覚えだから詳しく話せないんだけど、あの、なんだっけな、ロシアが誤爆した可能性があるんだよね。なんだっけ、あの事件の名前がわかんない。俺も関心なかったからざっくり読み飛ばしちゃったから。でも出てくるよ。ロシア誤爆説。いや、俺もだから、あの、詳しくわかんないけど。でも、ソース読んでる限りだったら、まあ間違いないだろうなと思ったけどね。消えるわけないじゃん。うん。いや違う違う、御巣鷹山の話じゃない。柿の種。いや戦争、世界大戦を恐れてごまかしたでしょ。うまい。御巣鷹山もアメリカ空軍の誤爆だっていう説はあるね。でもね、あれは整備不良だと思う。俺は御巣鷹山の件に関しては整備不良だと思うね。うまいよこれ。シンプルなお菓子が一番うまいよね。ビールありがとう。セブンイレブンのはピーナッツが多すぎるんだけど、ピーナッツがうまいんだよね。俺柿のバランスはね、柿の種が一番うまい。そうだよね、ボーイングの修理ミスだよね、あれ。うん。だよね、合ってるよね、赤組さんね。俺もそっちの説が一番有力だと思ってる。いや、第三次世界大戦はないと思うよ。チュパカブラとか渋すぎるでしょ。うん。いやいや、千葉さんの話俺大嫌いだから。
千葉の放送聞いてるやつなんか頭おかしいやつだ。千葉と一緒にしないで。あんな千葉と同じレベルにされたらたまったもんじゃねえ、あんな。うん。教えてっつってもな。世界の終わり？ありがとう。視聴料ありがとう。花火ありがとう。世界の終わりになりかかってる。いや、911なんかあんなの。ただ、飼い猫に噛まれたぐらいの話だから。なんだって、パパブッシュが作ったんだから、アルカイダなんか。いや、じゃあ、オカルト系の話してた。うん。何、5億人計画って。伝説は俺あんま好きじゃないね。あ、世界どうなっていくか簡単だよ。簡単簡単。それはすごく簡単。長い目で見た時に読むのは簡単だよ。もうオカルトに聞こえるかもしれないけど、労働がなくなる。これはね、結構そんなのあるわけねえってお年寄りが言うかもしれないけど、間違いなく労働はなくなる。数百年前考えてみなよ。99% 農民だったんだから。でも今農家やってるのなんか 10% もいないでしょ。だからそれと一緒なのよ。で、AI が仕事を奪う、怖い怖いとか言ってるじゃん。じゃあさ、なんつうの、鉄鋼で革命起こって、産業革命が起こって、電気革命が起こって、今情報革命なのよ。その時にも仕事なくなった人っていっぱいいるよ。農業の人も仕事なくなってんじゃん。でも仕事自体はある続くんだよ。だけど今度の革命っていうのは本当に仕事自体がなくなる。仕事っていうか労働がなくなるの、うん、労働がなくなる。だから普通に今後働かなくていいんだよ。っていうかまあ俺みたいなこういう職業ができてるのこれ遊びだからね、はっきり言って。昔の人からしたらこれ江戸時代にこんなことやってねみなよ。お前遊んでんのかって言われるでしょ。遊びだよ、遊び。だから、その時代によって、それが遊びなのか仕事なのかって価値の転換は起こるんだよ。いや、だからそれがベーシックインカムだ。国民総生活保護っていうの、ベーシックインカムでしょ。いや、とんでもない、とんでもない。何言ってんの？お花畑レスラーさんね。今、最先端の、日本の最先端の AI は農家だから。何言ってんの？ AI で農業するみたいじゃなくて、今 AI のトップとかがシステム組んでんのは農業なの。これから農業の革命が始まるんだよ、さらに。今、最先端農業だよ。今、一番熱い市場なの。いや、もう本当に農家いらなくなる。接客業はなくならないね。建築だと 3D CAD で作ってる建築とか見たことある？3D CAD でもう家が建てられるんだけど、もう始まってるんだけど、ちょっと待って検索するわ。 3D CAD じゃなくて AI 家を機械がコンクリートバー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 ってやって家建てられるんだよ。コンクリートを積み重ねていく。
ていうか、日本に限っては少子高齢化するから、別に、あれ、リメイクが流行ると思うよ。新しく建てる必要ないから。桜田ファミリーじゃない。仕事なくなるだろうね。いや、だから生きてる間になくなるかどうかが重要なわけじゃん。ケンタンメンがそれで食ってってんならっていう。でも仕事なくなることを恐れる必要ないよ、別に。どうにでもなるから。3D プリンターあるからね。そう、 3D プリンターで家建てんの。 3D CAD じゃない、 3D プリンターで建てんの。そう、塾の先生、教育もいらなくなるんじゃないかな。教育はちょっとデリケートな問題だからあれだけど、少子高齢化はどこまでいくのかっていうのは経済の問題だから、完全に景気が良くなったりとか、普通に若者とか子供産んだ人に金ばらまけばすぐ終わる話だから、これ意図的に官僚がやってるだけだと思ってる。ていうか、だからその年寄りを優遇した、歪みなだけだから。それは少子高齢化は自然に起こった問題じゃなくて、政治家とか官僚とかが、なんつうの、ダメな政治をやってるからっていうだけ。ただ単に。空飛ぶ車とか空飛ぶ自動車はいらない。なんでかっていうと、コストの方が高いから。簡単に言うね、別に空飛ぶ必要ないっていうだけの話。だってヘリコプターってぶっちゃけただの空飛ぶ車でしょ？燃料とか、要はエネルギー効率が悪いとか、別にここまでする必要ないってだけの話なの。ただ別に技術的には誰でもできるの。ただ別に求められてないってだけ。いらないよねっていう。それは奴隷がいたからだね。奴隷がいたから成り立ってたっていう感じ。要は貴族階級、特権階級ってことね。でも彼らは戦争をやって戦争産業があったから。いや、人間にしかできない職ってね、風俗とかキャバクラとか接客とか営業とかそれくらいだと思うよ。YouTube や配信業がメインになるわけではないけどね。ただ、YouTube とか配信業というのはテレビのタレントを食ってるだけなのね。ただテレビっていう媒体がネットっていう媒体に置き換わっただけだから、隙間の間に入ってってる、素人が入ってってるだけの。で、今度こっちにダメになった時、ここのタレントが多分ネットに移行すると思ってるから、俺らが食われると思ってる。逆に、要はイケメンとかさ、俺より知識を持ってる本格的なやつが参入されたら勝てないから。だから今頑張ってんのよ。ここで地盤を作ってんの。だから俺なんかもうヒヤヒヤだよ。もう数年後来るからね。ていうかもう来てるじゃん。スマップが YouTuber とかやってるから、もうバンバンやり始めんだよ。もうここ 2,3 年だと思うよ。それは芸能界に食いつぶされるよ、ネットも。だから昔は良かったねーって、いろんな人いたねーって言うと思うよ。ブログがそうだったじゃん。俺はだからその半分芸能界に足突っ込みたいのよ。素人でここまで来たっていうキャラクターで。だからみんな応援してね、守ってね。本当に今瀬戸際だよ。脳内にチップはまだだと思ってるね。っていうのもリスクが高すぎるから、VR とかヘッドマウントが俺は主流になると思う。Google グラスとか。要はここに VR をつけて、レイヤー構造に変えて、ヘッドホンつけてっていう、こういうマウント型のスマートフォンっていうの。こういうのがもうガチャってつけるやつとか、メガネとヘッドホン一体型で、その、世界のレイヤー構造を作るっていう話になってくると思ってる。まあそうだね、ビッグダディとか来るだろうね。ゴッドステージみたいな家がよくわかんないな。家が移動して空間に浮くんじゃなくて、地下に家を建てるとかはあり得るかもしれないな。地下空間にこうビルを建てるみたいな。縦型にね。そっちの方が効率的じゃないのかな。浮かせるよりも下に沈めた方がいいんじゃない。食べ物はね、カプセルは無理だと思うよ。有機物を食わないと。
イヤホンワイヤレスは俺反対派なんだよね。音質悪いから。Bluetooth はダメ。そうだね。干されたっていうよりも逆に言うとテレビに仕事が取れないけれども、ネームバリューがある人っていっぱいいるのよ。そこを安く買い上げてるって感じじゃない。干された芸能人はアベマに流されてるんじゃなくて、アベマが狙ってるのよ。その安く使えるタレントを拾い上げてるの。だベッキーなんか使いやすいだろうね、今安いから。まあでもベッキー復活してきたかんない最近。そう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 、スカウターみたいなのが流行ると思う。そういうこと、そういうこと。ふわくじいっぱい欲しい。ふわくじちょうだい。有料アイテムください。ふわくじは欲しいです。いるいる。アイテムは全部ちょうだい。ありがとうブロンズ、ありがとう。核戦争で地上に出れなくなるとかは、どうだろうな。一部の国とかであるかもしれないけど、ちょっと、なんかそんな非効率なこと。あのね、なんで核使わなくなったのかってさ、普通戦争って資源を取るためにやるのよ。わかる？あの権力者っていうのは資源とかお金のためにやるの。取りたいから。だけど、核のダメなところって、核をボーンと落としちゃうと、数十年間住めなくなるのよ。破壊するには結構なんだけど、焼けっぱちの一発で。侵略できないさ、不毛の大地を侵略しようってないでしょ。だから、核が使われないと思うの。日本は唯一被害に遭ったけど、あの後、住みたいと思う？広島とか長崎に。住まないでしょ。中東とアフリカはいつ落ち着くの？落ち着かないでしょうね。だって軍事産業、要は先進国の軍事産業がダメになっちゃうから、新しい兵器開発するための実験場だから、あそこは。だから、あれは、なんつうの、先進国のゲームみたいな、ゲームっていうかお金をばらまくところだから、次の予算を取るための場所だから、いや大人のゲームだよ、あそこは。復興したのは日本人が頑張ったからな。そうじゃなくて、あそこに住みたいと思う。侵略する側が。ましてや日本資源ないからね。あえて言うなら水とか、ノウハウはいっぱい持ってるけど。威嚇には使えるよね。でも東京に核を落とすっていうのはよっぽどバカじゃないとやらないと思うんだよな。首都圏に核を落とすとかメリットが何もない。俺がなんだろう、独裁者だったら絶対使わないね。それよりもあの、なんだっけ、あのタングステンの落とすやつの方がすごいと思うけど、あの神の矢だっけ、神の杖だっけ、なんだっけな、コンベーションなんとか、なんだっけ、神の杖じゃなかったっけ、今開発してる兵器、タングステン落とすやつ。核爆弾とかの威力を持ちながら、ピンポイント攻撃で地下深くまで、地下施設も狙えるんだけど、こういう衛星兵器なのね。で、これただのレアメタルの塊なのよ。これ落としてピンポイント爆撃するっていうやつ。もうラピュタの世界だよね。これか。こっからポンって落とすだけ、衛星で。で、その、ピンポイント爆撃できて、しかも、どうしよう、あの、汚染がされないっていう。神の杖って呼ばれてんだけど、前はね、呼び方違ったんだよね。そうそう、宇宙空間からただ落とすだけっていう。これなんて言ったっけな、もっとかっこいい名前だったんだよね。コンベショナルストライクミサイルか。だっけな、もっとかっこいい名前だったんだけど、最近神の杖で統合されたんだよね。なんだっけな。
むしろこんなん2本持ってた方がいいと思うけどね。水爆じゃない。ただ鉄の槍を落とすだけだね。タングステンとチタンだって。インドラの矢だね。古代兵器で言うとインドラの矢。だからラピュタに出てくるな。空中からただ落とすだけっていう。だからロンギヌスの槍だね。エヴァンゲリオンでいうところの。まあまあ、あるだろうね。まあ、だから日本は全然報道されてないからね。ただの戦場でしょ。北朝鮮どうもなんないんじゃないの？っていうか、核やめるとか言ってなかったっけ？風船プレゼントありがとう。日本の政治あんまり良くないと思ってるけどな。日本っていう国自体はそんなに悪くないんだけど、政治はなんか全然 全然ダメでしょ。電磁波攻撃とかはもうなんか統合失調症のメンヘラの、ハープとかはもうオカルトの域だと思うけど。はい、おやすみ、けん断面。そんな電磁波攻撃より生主見てる方がよっぽど危ないと思うけどね。まあ終わらないだろうね。だって武器は牽制するために持つのが一番有効な使い方だから。誰だって日本刀抜きたくないでしょ。誰だってやりたくないよ。いや、集団ストーカーとかないでしょ。いや、だから A 型作業所で働いたことあるんだけど、仲良くなるとみんな被害、なんか俺に相談してくんのよ。実は僕、なんかストーカーされてるとかさ。だから俺はそういうのないけど、被害妄想弱い方だから客観的に見えるけど、本人はマジで言ってるのよ。で、その精神障害の人ってさ、見た目じゃ分かんないのね。俺見たら分かるでしょ。だから、そう、普通に見えて、普通の人っぽい人がいきなりそのどこどこ学会にとか電波がとかみんな言うのよ。で、ネットとかでも分かんないじゃん。誰が書いてるか分かんないから。いや、相談されるよ。いや、和道さんもストーカーされてるんですか？みたいな。なんか相談されやすいんだよ、俺は。いや、大変ですねって。そう、統合失調症の人のだからよく言ってるでしょ。俺、昨日も電話来たよ。便所がさ、便所が、便所が俺の悪口言ってんだよ。なあ、便所許せねえよな。なんであいつ、便所がさ、あいつひでんだよ。
俺の悪口ばっかりよ、いっそ神かよって。誰とは言わないけど、こういう相談の電話もかかってくんの。こういう、うん、だからもうしょうがないのこれは、そうクランケを抱えてるから、誰だかは言わないけど、やっぱ守秘義務があるからハルさんいらっしゃい守秘義務があるから、声良くなってるよ、クランケを抱えてるそう、お持ちありがとう、うん、ドレさん大丈夫だと思うよ、うん、ちょっと復活するタイミング遅すぎると思うけど、やめてあげて。いや、お金は取らない。格闘技教わってんだ、そのクランケから。うん、治り遅いよね。治りめちゃめちゃ遅いよな。いや、 VR ドレさんに与えたらずっと AV 見てそうだよね。テンガと VR 与えたらなんかドレさんもう絶対楽しみそうだよね。ドレさんに VR プレゼントしようか、すっぽん皇帝とテンガと VR 絶対に喜ぶと思うよ。すごいよ。ああ、ありがとう乙女さん、ありがとうハート。そうそうそう、愉快な仲間たちだから、うん、燃え上がる、うん、これすげえいいよ、女いらねえよっつってだってあの人さ、ブルーレイ買っ俺本当にびっくりしたの。ワド、ごめんね、忙しいのにごめんね、暇なんだよ、暇だから DVD を買おうと思うんだけど、ブルーレイの時代なの、これからはブルーレイの時代が来るの、うんうんうん、あ、じゃあブルーレイ買うねってオンデマンドだよって言ってるんだけど、ブルーレイ買ったかんだよいやすごいでしょ。いや、これからオンデマンドだからいらなくなるよって、 DVD プレイヤーもブルーレイもいらないよっつったら、うん、じゃあブルーレイ買うねって言ってた買うんかい。Hulu とかいろいろ説明したんだけど、 Hulu とか Giao とかなんかいろんなこと言ったんだけど、 Netflix とか言ったんだけどその回答も面白かったね。なんかウイルスのやつだろ、パソコンダメになるんだろって言ってたすごいウイルスを恐れてたね、うん、なんか違法動画ダウンロードサイトとかウィニーとかと勘違いしてんのよ、なんかウィニーかなんかと勘違いしてんの、うん、いや面白いよねなんかもうブルーレイ買おうって言って、うん、うん、いやパソコンもらったらしいよなんか、うん、全然噛み合わない。格闘技あんなに詳しいし、なんかねえいろんなことあんなに詳しいのに、パソコンのこととかなんかそうネットのこととか全然分かってないの、うん、そうそう写真撮ったら魂抜かれるレベルなんだよ本当に面白いよね。いや俺そういうところがドレさんの可愛いところなのに、放送で見せないんだよねそういう可愛いところ。
なんかやっぱ強く見せたいんだろうね。リスナーさんの前ではカッコつけたいんだろう。めちゃめちゃ可愛いおじいちゃんじゃん。ブルーレイ、ブルーレイはいいっていう。これからはブルーレイの時代って、お前2018年だぞお前。いや、わかんない。板場ってなんだろう。板場がわかんない。なんか多分今ブルーレイいっぱい見てるんだと思う。早く復活しないかな。そろそろね。ドレさん54だね。ドレさん54。わかんないけど、なんでブルーレイなのかもわかんない。で、何見るのっつったら、なんか古い映画見るって言ってたよ。なんか風と共に去りぬみたいな風と共に去りぬブルーレイで見る意味あんのと思って、なんだろうそれみたいな。それもうビデオデッキでよくねえかみたいな。はい、こんばんは、ともさん、アイテムありがとう。多分は、いや、原因がわかんないんだよね、それが。もう声が出ないことに関しては。あ、乙女座なんだ。うん。すごいよね。隙を見せればいいのにね、もっとね。可愛いところいっぱいあるんだよ、ドルさん。すごいね、チャーミングなところ、可愛いところいっぱいあるんだけどね、かたくなに見せないんだよね、それ。アマゾンプライムとかも意味わかんないと思う。アマゾンプライムなんて言ったらダメだよ。発狂するよ。おちょくってんのかって言われるよ。おちょくってんのかてめえって。発狂するよ。アマゾンプライムとかね、便利なんだけどね。ちゃんまも DVD 語ってたの。DVD ってさ、でも、あれ？フル HD ぐらいだっけ？ HD だっけ？あんまり画質良くないよね。DVD の画質って。DVD の規格ってどれくらいだっけ？ HD だっけ？ HD の画質だったっけな。だから、配信の方が高画質だったりするんだよね。下手したら。ていうかさ、もう YouTube にさ、もう一回さ、500円ぐらい払うからさ、500円とか300円とかでさ、もう一回こっきりで払うからさ、見れるようにしてほしくない？もう全部の動画を。映画とかアニメとか。もうさ、いろんなサイトにお金払うの嫌じゃん。あ、そんなもんか。それどう思う？もう一個のサイトで、もう金は払うから、本当に。お金はちゃんと払うから頼むよっていう。なんか便利なお金の決済システムと、もう何でもいいじゃん。パソコンにフェリカつないでピとか。なんかないのかね。本当に不便。映画とかアニメとかを見るの。なんでこんなことになってんだろう。もう遅すぎるよ。だから漫画村とかがさ、便利だから見ちゃうんだよ。いや、イリーガルなところはあるかもしんないけど、リーガルでやれよっていう。あぐらかいてんじゃねえよ、本当に。大企業。いや、アマゾンがやるのか、YouTube がやるのかね。もう勘弁してほしいよね、本当に。すげえ不便、今。いや、本当に不便だよ。なんとかなんねえのかな。まとめてほしい。だって会社も儲かるからいいはずなんだけどね。もう利権とかでさ、そういうのやめてほしいんだよな、本当に。いやー、本当だよね、竹さんね。
要は、あ、音楽業界でアップルができたんだから、ジョブズ生き返ってくんねえかな。iTunes ってすごいよね。だから、iTunes と同じように、いや、だから映画もやってほしいよ。いや、大人の事情めんどくさいよ、本当に。っていうか、Amazon が、今、あれでしょ？アップル、アマゾン、グーグルなんだよね。時価総額。アマゾンが世界一の企業になりそうなんだよね。で、アップル強。アップル、アマゾン、グーグル、その次が、マイクロソフト。すげえよなぁ。まあ、アマゾン便利だからな。アマゾンが出たての頃こんなん流行んねえよって思わなかった。アマゾンよくここまで来たよな。今アップルが時価総額ナンバーワンだね。いや、すごいよね、アマゾンは。いや、アマゾン超便利だよ。楽天も頑張れよな。楽天何年前のサイトだよって思わない？広告多すぎるし見づらいし、楽天もダメになっちゃったよね。いや、楽天しかなかったんだよ。楽天は一発あると思ったんだけど、まあダメだったね。もうサイトが見づらい、楽天は。アマゾンナウって何？アマゾン以降持ってねえわ。アマゾンが1位じゃないでしょ。アマゾンが2位か3位だったと思うよ。あ、何？ 1 時間以内に配達すんの？やば。すげえな。そう、ガチャガチャして見づらいんだよね。アマゾンシンプルですごく見やすい。やっぱそう、顧客の側に立ってるサイトが強いよな。やっぱふわっちもなんだかんだ言ってこんだけ伸びたのって、あのユーザーの声聞いてきたからだと思うもん。ふわっちは優秀だよな。ヨドバシのとこもいいんだ。まあ、日本の企業頑張ってほしいな。やぼったいよね、ちょっとね。日本の企業なんか寂しいよな、同じ日本人としてな。 LINE は韓国だろ、ネイバーまとめも韓国だろ。日本でなんかサイトある？なんか日本独自のサイトって今なんでさ、ミクシーとか Facebook より早いし、ニコ動とか YouTube より早かったし、なんで負けるの？なんで最先端なことやって負けるの、日本人って。ああ、ヨドバシいいね、その気概。アマゾンがライバルってかっこいいね。頑張れ頑張れ、ヨドバシ。ヤフージャパンとかも勘弁してくれよ。なんか日本のサイトってダメだよな。無料、そう、スケールフリーっていうビジネスモデルなんだけど、それが苦手なの、日本人は。桜餅ありがとう。ありがとうございます。
英語の壁じゃないんだよね。簡単に言うと、じゃあやろうか。これよくセミナーとかで説明してたんだけど、まあ見ようか。アメリカのサイトの特徴っていうのが、シンプルな検索しかできないようになってるのわかる？検索だけ。今度 Yahoo 見てみようか。で、日本のサイトっていうのは、これ全部のサイトに通ずるもんなんだけど、これ 要はこれアジア特有なんだって、これは。要は情報量が多すぎて外人からすると困惑するんだって。これ Amazon と楽天、Facebook と Mixi にも通ずるところがあったり、YouTube とニコ動見てみようか。例えば、YouTube ってさ、もう動画しか見せてないじゃん、ここ。もう動画のサイトだってわかるけど、じゃあニコニコ見てみようか。これが、そのアジアの壁って言われてんの。日本人が作るサイトって情報量が多すぎるの、こうやって。トップページの。だから外人からすると何をやったらいいのか分かんない。この情報処理できないんだって。こうなっちゃうの、日本人のサイトって。だからデザイン面っていうよりも機能が何なのかっていうのが分からないっていう。そう、要はアメリカ人とか西洋人って断捨離みたいなことができるようになってて、要はこのサイトの機能はこれですよっていうのがうまいの。もうそこしか見せないの。これはだからね、英語の壁じゃなくて、その脳みその違いなんだよね。アジア人がね、脳の情報処理がうますぎるのが逆にあだとなってる。そう、アジアの、だから歌舞伎町とかの街並みと、どっかの西洋の街並みとかそういうことだよね。洗練された美しさがあるんだよ。アメリカ人とか作るもん。そう、要は言語を使えなくても直感的に使えるっていう。だからスマートフォンのアイディアとかすごいよね。でもこんなん気づいてるはずなんだけどな、経営者は。だからフワッチはそういう意味では作りは綺麗なんだよ。すごくシンプルだから。配信するってここを押したらできるようになってるから。フワッチはすごく、若い人が作ってるって感じがするね。分かってる人っていうか。まあ、ツイキャスの丸パクリから始まったけど、うまいよ。で、何よりもすごかったのが、みんな意外と知らないかもしんないけど、フーウォッチだったの、最初。フーウォッチっていう。それをね、フワッチに変えたのもセンスあると思う。最初、フーウォッチって言ったから、流行らなかったんだよ。で、リユーザーたちがフワッチって言ったのをすぐ変えたの。こういうブランディング戦略がうまいよね。フーウォッチだったら流行んなかったよ、多分。最初フーウォッチだった。なんかここの経営者は分かってる人がやってるっていうのは思うね。スタッフが優秀、運営さんが。本当だね。商売を学問にしたのはアメリカ。すごい、これ名言だね、タコサブローさん。商売を学問にしたのはアメリカだっていう。それ俺が言ったことにしてもいい？タコサブローさん。それいいセリフすぎるから、タコサブローさんがコメントで言ったわけじゃなくて、俺、今度ドヤ顔で言うわ。今度俺の言葉として言わせてもらうわ。パクロ。俺発信だみたいな感じでやろう。ウェブやってたからなぜそうなるか分かる。クライアントが求めてくるから、いやいやコーディングする。そうなんだよね。そう。だから技術屋がちゃんと分かってる人が作った方がいいんだよ。サイトオーナーになって。今度ドヤ顔で言うわ。松下幸之助ね。いや、日本人ってすごかったのに、本田宗一郎、松下幸之助とか、もう名だたる、ね、大経営者がいたのに、なんでこんなことになったんだろう。藤田伝とか、まあ、孫さんがいるか。現代だと。孫さんがもう最後の砦で。ああ、何何何？壊れた？ついに。断線したな、多分これ。
ああ、テイスマイクいかれた。ごめん。あのマイクもう買い替えだわ。1年ぐらい使ってるから申し訳ない、うるさくて断線した。買い替え、ここまで来たら寿命だわ。どうしよっかな、ソニーのピンマイク買うか、すげえ高いマイク買うか迷うわ。音質上げる？せっかくの買い替えだから迷うな。もうこれはもう多分もう1ヶ月ぐらいでもうダメになるけど、こういうやつやる？こういう普通のスタンドマイク買う？いや今ほら風邪かせてもらってるからまだまだ音質上げられるけど、どうしよっかな。投資すっかな。マイク買おうか迷うわ。どう思う？マイク買い替えかな。高いやついっちゃおうかな。ん？ iPhone？なんで謝ったの？マイク。どうしよっかな。いいマイク買う？見えてる？俺が好きなのは解体マイクは、まあ骸骨とかもあるけど、シュワーの55、まあ、こういうのが多分見た目的に人気なんだけど、俺はアーカーゲーっていうマイクが好きで、アーカーゲー見てみようか。アーカーゲーの卵って何万だっけ型番。アーカーゲー、まあゆっくり見ていこうか。ダイナミックマイクを落としたら壊れるのはコンデンサーマイクね。ダイナミックマイクは落としても壊れないからダイナミックマイクなんだよ。ライブとかで使うから。コンデンサーマイクが、あの、壊れやすい方ね。これはアーカーゲーかオーディックスになると思う。俺今ソニーのピンマイク2000円の。だけど、だから、こんだけ安いマイクで、あの、こんだけいい音出てるからね。コンデンサーは一発でも落としたら終わりって言われてる。ダイナミックは壊れない。そう、コンデンサーは壊れる。コンデンサーなんか、あれ、プロ中のプロが使うもんだから、レコーディングとかで使うの？ライブとか、普段使いにコンデンサー使ってるやつ、頭おかしいやつ。マイクの性能分かってないやつ。コンデンサーなんか、本当のレコーディングスタジオとかで使うやつ。アーカーゲーがいいかな。アーカーゲーの卵ってやつがあるんだけど、これ。これ本当はバスドラム用のマイクなんだけど、俺これ好きだったんだよね。あえてこれ使おうかな。ローの入りがすごい。これ良くない？ちょっと癖が強いね。あの、マイクなんだけど。バスドラムに使うやつなのね、本来は。あえてこれでいくっていうのもありかなと思ってて。低音楽器に向いてる。こもるかな。壊れにくいのはダイナミックだったら壊れないか。ボーカルマイクだったら、まあ俺もともと PA やってたんだけど、ボーカルマイクだったらこれ、ね、ちょっと待ってね、マイクダイナミック、ね、ちょっと待ってね、これオーディックスの MO3、 これは結構優秀、安くて優秀。これね、9000円ぐらいなんだけど、めちゃめちゃいいよ、これ。緑の部分選べないね。これは単一指向性だから、ダイレクトだよ。ダイレクト。超単一指向性だから、
方向性は限られてるね。 MO3 が多分一番いいと思うんだよな。安くて使えて長持ちするっていう。で、定番って言われてるやつはシュアーのベータとか、シュアーね、ゴッパチ、これがベータかな。これシュアーのゴッパチっていうのはもう定番中の定番、どこにでも置いてあるっていう、ライブハウスから何から、これがもうザ定番。ただこれって高い音を拾いやすいのね。ちょっと癖があって尖ってるの、だから俺は嫌い。これがもうド定番、シュアーの SM58 って、これ58って呼ぶの業界では。マイク買う人はこれがあったらいい。で、これよりもちょっとワンランク上の、ベータっていうやつなんだけど、これが、その、上位ランクなんだけど、高い音を拾いやすいのよ。で、俺の声高いでしょ。俺は嫌いなの。マイルドな音が好きだから。俺はシュアーは使わない予定かな。どうしよっかな。で、ギターは、ギターの定番これ。これギター用。57。これギター拾うのに最適。これ2発必要だね。見た目で選んじゃダメ、マイクは。見た目じゃ全然ダメ。よく人気があるのは配信者使ってるのこれだよね。骸骨マイク。有名でしょ？なぜか知んないけど素人はこれを選びたがる。なんで？なんでみんなこれ買いたがるの？素人であればあるほどこれ使いたがるんだよね。なんでかわかんないんだよね。みんなこれ欲しいんだよね。これの黒もあるんだけど、これ？これ好きだよね、みんな。なんでこれ選ぶんだろう。ドレさんのマイクはどれだかわかんない。メーカーがわかんないから。っていうのも、これはパソコン用のマイクじゃないの。最近ね、パソコン用のマイクが出てきてるの。USB マイクが。で、俺 USB マイク使うつもりないから。ファントム電源の意味わかってんのかね、あの人たち。いや、シュアーって普通の人知らないはずなんだけどね。俺はオーディックスが自分のライブハウスのメインで使ってたのこれだね。で、俺の声に合ってんのこれだった。このオーディックスっていうメーカーで。MO シリーズっていうんだけど、俺はこれが好きだった。マイルドな、柔らかい音になるの。柔らかい音。で、その MO シリーズって見た目変わんないんだけど、その周波数帯とか、そのどれに向いてるとか全部あんの。どうしようかな。MO5 も使ってみたいな。低音強調させたいから。アイラのマイクわかんないけど、骸骨使いそうだよね、アイラは。バスドラ用を配信に使うから、その、さっきの卵っていうのは、2の人の中でもさらに2なマイクだね。多分ね、卵っていうのを知ってるのは PA とかライブハウスとかで、おっ！って言われるの。一回廃盤になったのはさっきの卵って呼んでるやつは。だから知ってる人はワードをやるねって言うと思うよ。アーカーゲーっていうメーカーなんだけど、これ。これを使ってんのは多分見たことないでしょ。これ業界では卵って呼んでんだけど、これバスドラムに最高なの。一回ね、プレミアついちゃって、6万とかしちゃったんだけど、今1万8800円だから、まあ悪くないね。で、低音の周波数域がもう20から拾うのよ。これ異常なのね。見たことないでしょ。これはだからバスドラムで俺は使ってた。うん、また来て。でもね、これはバスドラ用だから、まあまあ別に声も拾うけど、ちょっと癖のある音になりそうで、俺はちょっとこいつを遊んでみたいなとは思ってるけど。まあ、ボーカル定番で行くんならどうだろうな。はいはい、わかった、今度。はいはい。
歯にめちゃめちゃ強い。ただまあ普通に喋る分にはいらないんだけど、ね、声だけだから。ただまあまあまあいいんじゃないかなと思ってるけど、どうしよっかな。ここであえて骸骨とかね、ド定番ぶっかますっていう、ド定番。でもやっぱね、周波数 60Hz からだから、やっぱ良くないよね。見た目だよね、やっぱりこれは。まあ声だから下の音カットしちゃっていいと思うんだけど、60かみたいな。だったらこっちの方がいいの、50から。だから肺、あの黄色い方は肺の音を拾いやすいね。尖った音になる。あ、ダメダメ。ベリンガーとかオーディオテクニカはあのマイク業界では使わない、プロは。マイク全然、ボーカルによって全然声質変わるよ。シュアーっていうのがもう定番中の定番。スピーカーのボーズみたいなメーカーだね。もうほぼ9割ぐらいのアーティストこれじゃない？ 9 割もいかないか、8割ぐらいか。個性的なマイク、見た目が個性的なマイクだと、なんだろう、まあいろんなのあるだろうけど、改造してもいいかもね。息拾わないマイクはない。それはあの喋り方の問題だから。息拾わない、バホバホしてる人いるよ。そういうのはこういうのをつけるの、こういう綿、タモリさんがつけてるでしょ。これをつけると息の音が軽減されるっていう、あとはポップガードっていうのをつけるか。ダイナミックマイクでポップなんかつけないけど、だマイクスタンド立てないといけないから大変なんだよね。そうそう、あのテレビの司会者がこれ昔つけてたのは息を拾わないためなの、これ。便所さんはだからこれが必要な、本来は。俺が便所さんにコンサル、マイクコンサル頼まれたらこれ買うだけだよ。これ買うだけ。これでだいぶバホバホ言わなくなるから。はい、ああ、マイクごめんごめん。やばいな、これ。やばい。やばいやばいやばい。ごめんごめん。ダメだ、もう。本当にやばいわ。末期だわ、このマイク。ごめんごめん。まあ、そりゃそうだよな。一年間こんだけヘビーに使ってて、こんな細い配線だったらやられるわな。いや、はい。配線が死んでる。ごめんごめんごめん。やばいな。死んだな。ごめんね、うるさくて。完全に死んだわ。根元から断線してる。根元から。ダメだね。根元の配線。商売になんねえよ。仕事になんねえよ。腹立つなぁ。やばいな、これは。これはマジでやばい。やばい。機材壊れる。停止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 
ごめんね、うるさくて。いや、参ったな。ピンマイク買おうかな。いや、マジで参ったな。ありがとう。あ、ありがとう。花火ありがとう。いや、大丈夫よ。そっちのスピーカーは壊れないけど、こっちの機材が壊れるね。ありがとうございます。アイテムありがとう。ごめんね、うるさくて。これはまずい。バックアップ取っとけばよかった。どうしよっかな。いや、マジでどうすっかな。あえてヘッドセットもかっこいいなと思うけどね。あえてヘッドセット。でも、せっかくイヤホン持ってるのにもったいねえよな。イヤホン、いいやつ持ってるから、ヘッドセットはねえか。いや、イヤホン、リスナーさんからもらって今ヘッドホンがあるから、これ、相当いいやつなのよ。だから、あえてヘッドホンがあるのは、いらないかなと思ってるんだけど。いや、今、ヘッドセットだからね、簡単に言ったら、今やってるのは。ヘッドセット高えな、やっぱ。ピンマイクにしようかな、ピンマイク。ピンマイクで高いランクの行くか、ピンマイク。ワイヤレスマイクはいらない。インカムシステム、うるせえな。ヘッドセット使ってる人少ないよね。そうだよね。腹立つ。インカム、これ電波飛ばすやつだね。これ捕まっちゃうからダメだ。免許持ってないと。あー、参ったな。インタビュー用マイク。あー、インタビュアー用、あの記者会見とかで使うマイクか。ほう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 。これいいかもね。感想頑張るわ。感想頑張るわ。あー、どうしよう。マイクうぜえな。これありかな。いや、まさか急に来るからね、機材は。マイクこだわりたいな。どうしよう。2000円でソニーのピンマイク買うか。いや、これ明日、ヨドバシ行って速攻買うか。どうしよう。インタビュー用は、そうか。いや、ボーカルマイクもそうだよ。設備用マイク。ああ、これ学校の教室とかにあるタイプだ。これかわいい。これ学校の教室とか放送室にあったやつだ。まあ、二つ買ってもね、マイクは使えるから、機材だから。バックアップ用に買っておくっていうのはありだけど。明日とりあえず今持ってるのと同じのね、買いに行こう。あ、放送用マイクいいな。いいね、これ。アナウンサーとか、じゃなくて、放送室用のマイクいいね。つくし。どうしよっかな。ダイナミックインタビュアー設備。ウィンドスクリーンってなんだ。ああ。マイクホルダー。ああ、インカム、どうしようかな。
いや一発でどうにかするよ、一発で。ソニーのピンマイクって売ってんのかな、ここで。いやマジか、めんどくせえな。すげえめんどくせえ。まあ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 、しょうがねえよな。あー、そのマイクの型番が分かんないと分かんない。型番が分かれば使えるマイクかどうか分かるね。っていうかまあダイナミックマイクはタフだよ、やっぱり。タフだから現場で使われてるわけだから、多分シュアーのゴッパチだと思うけどね。要はなんでそのライブハウスをこれ使ってるかって、壊れねえからなんだよね、単純に。落とすじゃんボーカルって。今のやつはソニーのマイクだね。これはまあなんつうの、安くて 2,3000 円台で優秀っていうことなの。だけどまあその配線が細いんだよ、配線が。だから断線しちゃうのね。もうそろそろ買わないととは思ってたんだよね。参ったな。機材トラブルですよ。ごめん、もう無理だ。あー、うるさいうるさいうるさい、ごめん。男性うるさすぎるから話すわ。声聞き取り声聞き取りづらかったらごめんね。ああテース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 、ワンツーハーヘイハハ、聞こえる？これで、これ大丈夫？普段通り聞こえる？声が遠くなったはずなの。低音をわざと聞かせるためにピンマイクにしてたのは、低音を強く取るためなの。声の雰囲気変わるでしょ、だいぶ。だからこっちの方が多分普段話してるっていうか、普段の肉声に近い声なの。切り替えたんじゃない、マイクを離したの。ここにクリップしてたの、喉の低音を拾うため、こっから取ってたの。俺の声が甲高いから、ここのダイレクトの声帯から取ってたの。だからここにクリップしてたの。雰囲気変わったでしょ。要はもうここにつけてると配線がブラブラするから、離した一回、うるせえから。音自体は変わってないよ。要はマイクの取り方ね、こんだけ変わるの。だからよく和道さんイケボですねイケボですねって言ってるけど、音の取り方がうまいだけなの。だいぶ印象変わるでしょ、声のエロい中音が増えたっていうか低音が削れたんだよね。まあ、しょうがないね、これは。なんか音に対するこだわりがあったんだけど。マイクがいかれたら無理だ。参ったな。参ったよ。なくなったでしょ？低音域がなくなったでしょ？だからイケボじゃなくなったんだよ。これ現場でライブハウスだったらクレーム半端なかったね。バンドマンから金返せって言われるよ。ごめん、今日ねマイクが壊れちゃったんだ。断線しちゃったんだよね。ソニーのピンマイク、
マイクどうしようかな。でも俺としては楽なんだよね。あの動き、身動きが取れるようになるから。確かにあのピンマイクの時は配線、その引っ張られるから配線がうざかったけど、卓上マイクにしておけば楽は楽だよね。だノイズとか空間の音、空気感を拾いやすいから、この辺のその辺が欠点だなとは思うけど、エフェクトじゃなくてこれが本来の撮り方なの。俺があのバスドラムと同じような撮り方してたの。簡単に言うと、あこうやって喋ってたんだよ今まで。だいぶこっちの方が本来 不自然な撮り方なの。ここで撮ってたの俺は、こうやって。だから低音が強くなるでしょ。ああテーステース、これをああテーステースってやっても下の音拾わないでしょ。マイクの向きとか角度を変えるだけでこれくらい音って変わるの。これはテクニックね、現場のテクニック。すごいでしょ。だからピンマイクに対するこだわりがあったんだよね。いやだから音響やってたからさ、あのこういう勉強をずっとやってたの。こういうのだとその場合ブレスの音が入らないとか、あのタバコの音とか、あのペチャペチャ喋る人いるでしょ。そういう人にはできない。ここにやるとそういう音、咀嚼音とかうるさくなるから、話すっていう。でマイクの特徴みたいなのもいっぱいあるから、マイクで結構大事なんだよね、音にこだわる人は。でも最近のね、このオーディオテクニカのヘッドホンすごく優秀で、ここで断線すんのよ、大体。今のマイクもここで断線するんだけど、このマイクのすげえところ、このヘッドホンのすごいところって、やばくない？これ単品で売ってんの。いいでしょ。だからこうやってケーブル自体をもう買い替えられる。こっちがダメになってんのか、大体ここでダメになるのよ。いいでしょ。だケーブルの長さも変えられるし、これは新しいアイディアだなと思って、オーディオテクニカのヘッドホンで、これはよく考えたよ。ここに問題あるっていうのはもう分かってることだから、ケーブル変えだけで済むの、長く使える。あとイヤーパッドがだいぶ改良されて、ここが広くなってるから耳が痛まないね、長くつけられる。昔のヘッドホン耳が痛くなったんだけど、耳を包み込む構造になってるのね、耳の周りを。すごくいいねこれ、でかくて。だから進化が進んでるよね。
でもさっきよりも閲覧下がっちゃったじゃん。やっぱ音が不快だとね、ノイズが走ったりするの生理的に無理だわってなってリスナーさん逃すんだよ、雑談配信とかだと。だからね、マイク選びって意外と重要なんだよね。あの、いい音を届けるっていうことも大事なんだけど、もっと大事なことって雑音とかそのノイズが走らないようにするっていうのがすごく大事なの。だからもったいないなと思って。うちのリスナーさんほら、寝配信で寝る時の BGM とかで聞いてくれてるから、雑音があったら寝れないんだよね。これはもったいないよ。どうしよっかな。それをわざと使うテクニックもあるんだけどね。バホバホ言って笑い取るとか、音がでかすぎて笑い取るとか、いろいろあるんだけど、基本的にはやっぱクリアな音を届けるっていうのが最重要かな。なえたな。絵描きも機材あるでしょ、いっぱい。絵描きもあるんじゃないの、筆とか種類が。なんか画材屋さんとかに行ったらいっぱいあると思うけど、スクリーントーンとか選ぶのとかと一緒じゃないの。ああ、そうなんだ。もう定番が決まってるんだ。まあまあシンプルだもんね。昔のラジオとかねバフバフだったもんね。いや、マイクがクラッシュしたのはでけえな。いつやってくるかわかんねえかんな、機材トラブルは。ソニーのこのマイクっていくらなんだろう。2500円だって。俺が今使って、2500円にしてはいい仕事してるよな。これはまあなかなか優秀だったよ。これの上位機種とかないのかな。うん、まあソニー優秀だわ。まあいい作りするよな。上位機種はあるのか、うん、今は普通に聞こえるけど、普通じゃなくす方法はこうやって触るとすごくデリケートで、あやばいぞ。この辺を触ると、ここケーブルなんだけど、ここね、壊れた壊れた。いや、こういう状態ですよ。やばいでしょ。あのね、多分ね、マイクの付け根の部分が断線してるね。
マイクの付け根がもういってるね。やばい。オワコンだよ、オワコン。意地悪、ごめんごめん。まあ、動かさなければいけるね。あの配線を固定してる段階だとまだ使えるね。ただこれだとね、この辺のやっぱ俺は好きな音ではないな。ド S まあ一回休憩しようかな。なんか一回慣れちゃったな。なんか枯れて聞こえる？枯れてっていうよりも普段の音に慣れてるんだよ。これが普通の撮り方だね。これが多分普通の撮り方。俺がここで撮ってたから、マイクの位置と音源の位置が極端に遠いっていうか、あ、近いっていうか、そういう撮り方やってたから、これが普通のやり方。イヤホンだからすごく広い。ごめんごめん、申し訳ない。はっ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 。まあこんなもんだろうね。大体あのね、カラオケとかでね、ボリュームチェックするときのやり方が、この音を周りの音楽が流れてるのにこの音が聞こえるか聞こえないかぐらいが適音って言われてる。だからカラオケでさ、ボリュームが合わないときあるじゃん。あの BGM がでかすぎる、マイクがでかすぎる。まずは BGM を自分が好きな音に上げるのよ。自分の好きなところに調整するの。その後マイクをゆっくり上げながらやって、 BGM とこのツッツッって音は聞こえるか聞こえないかぐらいのところがベスト。ダムが一番いいね、音は。そうするとあのいい音が。で、今度ハウリングが起こったら音量がでかすぎるから BGM の方下げてマイクを切ってまたやり直し。で、大体ね、ハウリングを起こす人はマイクをね、包み込むようにこうやってグリップするの。頭の部分を下で持つのね。ボーカルマイクは下で持つのが基本だから、あそこをこうやってね、まとわせるとダメなの。たまにいるでしょ、カッコつけてマイクの部分こうやって歌う人いるでしょ。あれはダメ。国会のマイクでもダメだよ。基本的には原理は一緒だから。うん。それだけでね、だいぶ良くなる。あとはもうスピーカーとか、あの、マイクの種類の問題だから、いいカラオケ屋と悪いカラオケ屋あるでしょ。カラオケ行くよ、俺。カラオケ好きだよ。カラオケ大好き、大好き。一回、ああ、延長しちゃったわ。まあ、いいか。飯食って休憩しようと思ったけど。忘れた、もう、もったいねえよな。50円かかるかな。延長ミスったわ。終わりどころを間違えた。
ありがとう。あーでもありがたいね。田中さんありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。カラオケ好きだね。家でもカラオケ配信とかよくやってるよ。延長ありがとう、ネバスケさん。ありがとう。嬉しいっすね。気使わせてすみません、なんか。腹減ったね。ポーラさんいらっしゃい。お腹すいたよ、だいぶ。でもまあ食材買ってあるからご飯炊くだけだからな。今のうちにご飯炊いてもいいだろうし。いや、ね、500円でさ、マグロとブリと、なんか寒ブリがまだ売ってて、天然の寒ブリが。ブリとマグロのあの、端のぶつ切りの部分、500円で売ってんのよ。あとサーモンかな。それを、まあ、あえて、サラダ醤油で、わさび醤油で。で、まあ、海苔とかつお節振って、まあ、海鮮丼にしようかなと。あとは、まあ、すき焼きっていうか、肉豆腐のあれが残ってるから、あまりもん食おうかなと。そうそうそう、生活保護だったから、安くてうまいもんで、なんとか。自炊はやっぱいいよ。安く済むし、うまいし。なんかね、俺外で食べる飯よりも自分で作った飯の方がうまいんだよ、最近気づいたんだけど。すごいだろ、新宿ってご飯おい、東京の人ってね、ご飯おいしくないよ。だから食に関するこだわりがないの。だから家康が食べた食事とね、豊臣秀吉が食べた食事って面白いんだけど、見たことある？比較ネットにあるかな。そうね、見比べたのがすごい面白い画像があるんだよね。秀吉が食べた食事と家康が食べた食事。家康はね、白米すら食べなかったっていうので有名だね。いや、なかったわ。今検索したけど出てこなかった。秀吉、家康で検索するか。出てこないね。どっかで見たんだけど、それが面白かったんだよね。再現した食事が。すごい質素なんだよ、家康の飯。だから長生きしたって言われてるよね。あ、糖尿病だったのかな。家康は飯質素だよ。そうそうそう。麦飯とか、五穀米みたいなのばっかり食べてて。で、白米入れたら怒ったんだよね。これは庶民に食わせてやれって言って。秀吉はもう豪華なの。すごい。タイのお頭みたいな。ブワーって並べて。関東の人は食に対するこだわりないと思う。
うまいよね。年取ってくると精進料理とかなんかあっさりした日本食みたいな。最近ね、塩分が強いの食べれなくなってきたもん。薄味のものが好きになってきたね。そう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 、食材の味とかさ。俺のね、米がうまいんだよ。米の炊き方にこだわりすごいあんの。俺の鍋で炊いた米すっげーうまいよ。炊飯器で炊いたらダメ。どんなに高い炊飯器でもならないの。俺の米はうまいぞ。いや、おむすび作ったらうめんだよ。土鍋じゃない。俺いつもおすすめしてんだけど、リスナーさんに、ここのメーカーの鍋がいいよっていう。ちょっと高いんだけど、もうすごい使える鍋で、俺が使ってるメーカーの鍋、ここのやつなのね。ジオっていうメーカーなんだけど、ここの鍋、これかな、片手鍋、これすごくいい。で、今安いよ。1万円ぐらいするのが、4000円引き 42% オフだから。これで炊くな、ご飯がうまいんだよ。これ。最高だよ、これ。俺、これね、鍋ね、フライパンと、鍋も全部これに変える。もう、ちょっと割高になるけど、一生使えるから、この鍋。びっくりするぐらい焦がしたの、一回。前付き合ってた彼女、みーちゃんっていうのが、部屋に帰ってきたら、もう、泣いてるのよ。で、煙だらけなの、部屋中。焦げ臭くて。で、熱くなってて、取っては一切熱くなんない。で、どうしたのって聞いたら、火事起こしちゃった、ごめんっつって、もう、ご飯炊いててずっと放置してて、真っ黒焦げんでこびりついたの。で、もうこれ、ショックだったんだけど、洗ったら元に戻ったかんね。やっぱ職人さんが作ったもんいいよ。丸っ焦げになったの。もう6時間ぐらい炊いて、ゲホゲホ煙るぐらいになったんだけど。これはね、ジオっていうメーカー。ここの、俺はもう、道具、鍋とか全部ここに変える。服部先生プロデュース。で、日本の職人さんが作ってるんだけど、こうやって。すごくいいよ、ここのメーカー。7層構造。これは使ったらね、あ、これは一生もんでいいわってなるよ。土鍋と何が違う？俺ね、土鍋で米炊いた時よりもね、熱効率がいいから、なんて言うんだろうな。食感はね、あのね、ちょっと炊き方が違うの、俺。研ぎ方も違えば、飲食店ちゃんと教わった作り方なのね。で、もう、ばーっと研いで、さっと揚げて、ザルで、パッパッパッって切って何回もやって、で、完全に研いだ状態で、今度は水に2時間ぐらい漬けておくの。だから、なんつうんだろう、お米の中まで完全に水分含んだ状態で炊き始めるから、で、一気にこう、ぐわーっと火力でいくから、もう何とも言えないの。食感が、米の食感がね。だから、本当に高い米。俺は、なんだろう。高くない普通の、なんだっけな。つや姫かなんかで炊いてるんだけど、山形の米なんだけど、うまくできるの。うまいよ。多分難しいけどね、すぐ焦げちゃうから。料理は俺自信あるよ。昨日も肉豆腐作ったリスナーさんにうまそううまそうって。20分ぐらいだけど、実際その2時間ぐらい漬け込んでおくから、2時間半ぐらいかかっちゃうね。うん、秋田小餅もうまいよね。昨日作った肉豆腐リスナーさんに見せたら、美味しそうって言われたよ。これ昨日作った晩ご飯、ワド飯。うまそうでしょ。まあまあうまかったよ。料理好きなんだよ。うまそうでしょ。いいねボタン結構押してもらえてるもんね。水の量はね、別に計量カップでいいけど、俺は水分少し少なめ。それは好みで、もう、やっていかないと。はい、ワド2。自分の好みでいいと思うよ。
まあ、俺がよくやってたのは、まあ、お米を鍋かなんかに入れて、手のひら入れて、手のひらのこの表面の部分で水、米を炊くといいっていう。まあ、人差し指でもいいだろうし。これは手のひらにパッて置いて、ここの部分っていうのはやってた。ちゃんまはね、盛り付けが下手なんだと思う。ちゃんまは料理下手じゃないの、話聞いてる限りだと。ただ盛り付けが絶望的に下手なの。あれまずくないと思うよ。味付けはまあなんだろう、関東風というか普通の、まあ別にオーソドックスな。俺はこの割り下で言うと、今回はね、白菜と玉ねぎとかネギの甘みが出るから、大根も入れたし水分が多く出ると思ったから、水を少し少なめにしたの。で、みりんは通常ぐらいに使ったけど、みりんに切って、で、砂糖も少し少なめにした。要は野菜の甘みが出るっていうの、水分出るの計算して、まあちょっとそういう感じで作ったかな。醤油とみりんと砂糖と水。うん。で、そのバランスを少し変えた。野菜が多かったから。まあ、大根合うかどうか不安だったけど、結構まあいい感じにあったから嬉しかったな。大根がうまかったんだよ。大人の肉豆腐だね。そうそうそう。大根はね、先に煮たね。玉ねぎはもう味出すために白菜と玉ねぎも先にやったけど、ニンニクと豆腐は水を切って、豆腐の味染み込むようにキッチンペーパーでもう切って水を取っておいて、で固くなってから入れたね。もう吸い込めと思って。俺は豆腐がもう色が茶色くなってるのが好きだから、崩れやすい豆腐嫌なの。だから木綿豆腐で水分取ってから染み込ませた、味を。そう。マルエツプチよりもライフの方がいいんだけど、魚はね、マルエツプチの方がいいね。焼き豆腐ではないね。うん。そうすると食感があって、木綿でね、食感もあって味が染み込んださ、一晩寝かせたにような感じになるから、俺は一晩寝かしたような豆腐が好きなのよ。なんかわかる？残り物っていうかさ、味がなんかもう茶色に変色したような豆腐が好きだから、そこはちょっとこだわりだね。あのね、調理道具と調味料だよ。あのね、ぶっちゃけた話で食材はそんなにこだわんなくていい。これあんまり変わらない。それよりも調味料を安いのじゃなくて割高なものにした方がいいかもしれない。これは俺のアドバイス。道具と調味料には金かければ本当に味が変わる。で、特に調味料よ。めんつゆとかも200円とかで売ってるのを使わないで800円の使ってみ、600円とかの本当に抜群に変わるから。で、1ヶ月に1回ぐらいでしょ？醤油とかみりんとか酒とか。うん。調味料だよ。だ、全然変わる。砂糖、塩、酒、みりん。料理の本質がわかるよ。で、食材もちろんいいものやった方がいいんだけど、味付けがダメだったらダメだから。だからそこは気を使ってね、愛情たっぷり注んでうまいもん作ってください。醤油買って2年持つっていうのは料理全然やってないでしょ。いや、マクドナルドはダメでしょ。まずいよ。
モスバーガーは頑張ってるなと思うけどね。モスバーガー店舗で作ってるからね。醤油酸化してるっつうか、もうなんかタレみたいになってるだろうね。塩は別に特にないかな。でも岩塩とかやっぱいいもの使うとうまいよ。だから料理の種類によるけど、あのでもね、俺はね最近ね塩が濃いものがダメになってきたの。薄なんか塩分が低いものの方が美味しく感じるようになってきた。いいんじゃない博多の塩とかで。うん、俺は醤油はなんだろう、今牡蠣醤油みたいなのを使ってるかな。え、俺タレ派だわ。俺タレ派、ニンニク醤油だわ。でもフライパンはいいの使った方がいいよ。あのね、あのティファール使ってたけど、ティファールはもうのんちゃんが壊しちゃったから、あの扱いが難しいのね、あのテフロン加工って。長く使おうと思ってたけどダメになっちゃった。 ありがとうね、マスクさん。傷むのも早いね、うん、でも傷むのが早いってことは酵素が入ってるから、旨味成分が入ってて、あの生きてるんだよ、生きてる食材だよ。要は腐らないものを食べるっていうのは、要は生きた肉じゃないから、あの栄養価にならないって覚えておいた方がいいよ。腐るものっていうのはダメってことは、生きてないってことだから。そうだね、テフロン分腸の体にも毒になるから。そう、まあだから鍋変える。でも分腸がダメってことは人間にもダメなはずなんだけどね、本来微量だから大丈夫だろうってことでしょ。それダメだよ。料理は性格出るからな。まずい料理作る人は本当に苦手だな。ジオは持ってこようか。もう何年使ったかな、4年使ったかな。5年使って1回真っ黒く焦げて、もういくら洗っても取れないぐらい焦げついたのに、この状態もう終わったっていう、本当にもう米が真っ黒になって、なんつうの、それでもここまで使えてるから。しかも分厚いのよ、その鉄自体が。これがそのさっき5000円で売ってたやつなんだけど、俺はね1万いくらで買ったから、今買いだよ、アマゾンで。これも多分磨いたら光るよ、ここの部分。シルバー磨きでやってみようか。ね、ピカールとかでこうバーって磨いたら綺麗になるはずだよ。今あのタワシとかないからあれだけど、全然使えるよ、うん、汚れこびりつかないよ、全然。さっと洗って、このレベル。4年使ってね、まあ今綺麗にしてないけど、使えるよ、本当に。4年使ってこれで一回死んでるのよ。普通のフライパンだったら、ここ真っ黒になったら本当にダメだっていう。もう捨てないとって、一回捨てようってなったんだけど、俺が復活させるっつって、あの水入れて、何回も水入れて煮て、水入れて煮てってやったら、米、焦げた米が剥がれてきて、で、たわしでこうバーってやったら綺麗になって、まだ使えてるからね。その時これがすごいと思ったの。
もう絶対普通のフライパンだったら死んでるっていう状態だったのが、そのなんつうの、生き返ったっていう、やっぱ職人さんが作ってるのもいいね、うん、すごくいい、これはおすすめだよ。フライパンも鍋もこれにする、ジオ。やっぱ日本の職人さんすごいよ、一生使える鍋だからね。なんか安いものをなんか2年に1回買い替えるんだったら、これで料理うまくなるし、これはね鉄の蓋がある、ここに鉄の蓋、うん、片手鍋もフライパン、フライパンはまだ買ってないからあれだけど、まあ一人暮らしで、まあ、カップラーメン作るときとか煮物作るときとか、ただねあのこれでとパスタとか茹でらんないから、パスタ用の鍋とかね、いろいろ売ってるから、卵焼きも売ってるし、まあ自分でフライパンまだ試してないからあれなんだけど、まあ多分フライパンもこれにするね。フライパンと鍋もこれに、全部これにする。俺はここのメーカーすごくいい、これは買ってよかったね。これはおすすめ。鉄蓋なのがちょっとねあれなんだけど、まあまあ100均とかであのガラスの蓋買えばいいんだ。明日売り切れたら俺の分なくなるからやめてよ。いや結構あるんだよ、意外と。アマゾンとかの在庫って10個とかタイムセールで残り20個とかだったりするんだよ。で俺が自分で買うの宣伝しちゃって売り切れるとか本当にあるよ。マジかよっつって。餃子、フライパンはね分かんないな。煮物は良かったよ。だフライパンだとさ、今度油引いた時の油の馴染み方だから、ちょっとフライパンは冒険かなと思ってるけど、ティファールはダメじゃないんだけど、扱いが難しいのテフロンで。で分かってない人が火を入れすぎちゃったりとか、火入れたらアウトなの。だ普通の中火とか弱火で作れるっていうのがテフロンの味噌なのね、ティファールとかの。だけど分かってない人が強火とかでやっちゃって、もう一発で殺されるの。あとたわしでゴシゴシやるのだから俺は嫌いだね。てかのんちゃんがそれでぶっ壊しちゃった。一回ダメになったコーティングだともう料理できないから、テフロンは扱い難しいよ。汎用性がないって感じかな。そう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 、扱いが難しい。あれは一般家庭用で使いやすいって言って売り出してるのは違うと思う。だから日本の職人さんを俺は信頼するよ、ちょっと高くても。まあアマゾンで半額以下だからいいよね。今欲しいのはこれだね、これ買おうと思ってる。これこういう鉄の蓋が全部ついてるからで、取って熱くならないから。 でも油いいって書いてあるけどね、油弾いて、うん、余分な油使わないとかね、うん、良さそうだよね。服部先生、これは1万円でちょっと高いけど6000円引きだね。あだからこれまあ半プロ用だよ。これは御徒町で買ったんだもん。御徒町じゃねえや、なんだっけ、あのかっぱ橋で買ったんだもん。だプロが使う、半分プロが使う調理器具だよこれ。一般家庭用に売り出してないもんね、価格帯が。東急ハンズでなんか、その、いい道具コーナーとかにたまに置いてたりとか。俺はかっぱ橋で買ったね。ただね、一個ネックがある。重い。すっごい重い。だから、それだけ覚悟して。めちゃくちゃ重いから、これ。鉄の分厚さが違うのよ。何層にもなってるから重いよ、思ってるより。
でもまあかっこいいよね、その飾っておいてもかっこいいでしょ。俺は引っ掛けてんだけど、こうやってこうやってフライパンとか並んでてもかっこいいと思うよ。熱効率、鉄よりも重いっていうか分厚いの、この幅が。だからすごい重い、鉄より重いよ、余裕で。だから触れない、軽くない、重い、びっくりするぐらい重い。熱伝導率はいいね、うん、ここに出てるけど、なんかもう鉄が何層にもなってる、アルミニウム合金で。だからその熱がすごいいいよ。ほら全7層構造だって。それは重いわな。あ、これだって本体重量2キロって書いてあるもん、フライパンで。これで2キロだよ、相当重いよ。鉄のより重いね。取っ手は正直木の方がいいね。正直取っ手はうん、ちょっとって感じかな。ただまあ4年使って取っ手が取れてないから作りは頑丈なんだよ、ここ。まあでもね、木の方がいいね。うん、同意見、同意見だね。ちょっと使いづらいかな、うん、これも2キロぐらいあると思うよ、多分。重いもん、これでぶん殴ったら多分人殺せるもん。頭蓋骨陥没するよ、これ。デザインどうなんだろうね、そこは。まあ服部先生に聞きたいところだよね。なんでなんだろうね。ロマンだね、うん、ロマンだし。奥さんにプレゼントしたら喜ぶんじゃないの、赤組さん。だってね、別に腐るもんでもないし、奥さんに料理いつも美味しいのありがとなっつって、いいの使ってよっつって、なんかプレゼントっていうのも変だけどって、喜ぶんじゃないの。あ、ネボスケさん、俺男の人だと思ってたわ。うん、女の人だったんだ。1000円台か。まあまあ、それは好みだからね。うん、好みだからいいんじゃない。俺は、いいものを長く使って買い替えたくないタイプだから。だから、安物の損するのが嫌なタイプ。なるべく高くていいものを使いたいタイプ。あー、また延長忘れたー、くそー。いやー、放送終わるタイミング、いつもねそろそろ放送終わりにしようと思って1分前にエンディングのトークしないといけないんだけど、あー、また延長しちゃったよ。もう本当にね、だいたいジャスト10秒ぐらいで忘れるんだよね。マジかよ。もういいや、4時間完走だわ、これ。これ終わったら休憩するわ、俺。いやー、喋るの楽しいからさ、みんながコメントを楽しく書いちゃうから、ついつい引っ張られちゃうんだよ。やられたな。ありがとう、アイテム。愛着湧いてくるね。だから、つくもがみっていう日本人の感性が好きで、
10年ものを使うと魂が宿るっていうのは俺はあると思うよ、うん、道具はいいもの買った方がいいよ。長く使えるから。理由があるんだよ、高いのには。高くてダメなのもいっぱいあるけど、ああ、いや俺がオムレツ作ったらすごく美味しいよ、うん、俺は自信あるよ。びっくりするぐらい美味しいよ。当たり前でしょ。これはね、ふわとろ系じゃなくて半熟系だけどね。なんつうの、ふわーってやるタイプじゃない。俺、ああいうのは嫌いな。要は半熟。中がちょっと、なんつうんだろう、固めで、中がもうトロトロっていうタイプ。いや、バターじゃない。火の通し方だね。火の通し方と、卵を2段階に分けてんの、俺は。さーっと弱火で入れて、ふわーっと振って、回すの。で、そうすると、固まる速度がガーガーガーってこう、なんていうの、箸とかでこう回転させて卵をこう踊らせるのよ。そうすると断層にな、層ができるの。こうやってこう焼けてる層、こう液体の層つって、で最後にバーッとこう入れて、もう火止めて余熱でこうやるので、それをこうトン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 って回していくと、こう最後丸くなるのね。トントンってやるとこう丸くなる。で、こうさーっと盛り付ける。なバター使ってもいいし、油使ってもいいし、何でもできるよ。うん。あるよね。要は道具がダメで限界が来るから、やっぱ料理はうまくなっていくと。何でもそうだと思うけど。やっぱりその、いいものを買っておいて損はないよ。で、料理は絶対普段使うから。変な浪費するぐらいだったらよっぽどいいよ。道具は使いこなせないと意味ない。いいもの作ったらうまいもの作れるわけではない。それは明らかに間違い明らかに間違いだね。でも突き詰めようと思ったら結局買い替えることになると思うんだよね。突き詰めようと思った。でもまあこんなこと言っても包丁100均の包丁だかんな。包丁は100均まだ。包丁もね、1本いいの欲しいな。まあ、物を、コレクションに意味はないよ。コレクションには、コレクションは本質じゃない。使わないと道具は。飾ってても何の意味もない。だからね、シルバーがすごいね、いいなって思うところって、アクセサリーって使う芸術っていうか、なんかね、シルバーってアクセサリーだって思い込んでたんだけどね、物を作ってるっていうのがよくわかるようになってきたの。X さんの仕事見てて。あ、これ芸術品じゃんと思って。だから身につけられる芸術品っていうのはクリエイティブだよね。あ、研いでる研いでる。研いでるよ。
だからシルバーもね、いいもの作りたいよね。あ、痒くなっちゃったんだ。あー、いいよね。うん、レザーね。ダメだ、腹減って頭回んねえわ。一回飯食うわ俺。ごめんね、中途半端な時間で。たくさんよくしてくれてありがとうございました。またね、あの時間を置いて放送するんで遊びに来てください。皆さんありがとうございました。 Twitter と YouTube とふわっちの3点セットフォローよろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。